の日型戦闘機第6世代の編容が出てきたみたいだな。え、まだ最近まで第5世代の戦闘機の話してたじゃん。もう次世代戦闘機の開発が始まってるの？そうだね。現段階では開発に入っているというよりも、どういう方向性で次世代の戦闘機の開発を進めるかってことかな。防衛省は2020年12月に航空自衛隊の F2 戦闘機を後継する、次期戦闘機のエンジンの実証事業をイギリスと共同で進める方針を定めたそうなんだ。開発はまだ先の話ってことなのか。開発をどういう方向性で進めていくかってことなんだね。次期戦闘機の方向性を決める上で、新型の単独開発または共同開発、既存の戦闘機の改良型の導入という3つの方向性で検討され、最終的に2018年の中期防衛力整備計画で、外国との協力を視野に我が国主導で開発という方針を定めたそうなんだ。これ、今回は日本が主導で開発を進めるのか。それは楽しみだな。うん、そうだね。次期型戦闘機はこれからの防衛や戦い方を考えて、今までとは違った発想で開発されるみたいなんだよね。日本主導で開発なら世界を驚かすような戦闘機を開発してほしいね。ところでよ、今までとは違った発想ってどういうことなんだ。ただ性能を向上させていくとは違うってことだよな。そうだね。それじゃあ今回は現段階で予測できる性能や運用目的などを見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。戦闘機の任務で考えられるのは、航空偵察、航空優勢の獲得、地上部隊への援護、艦艇の航空援護、弾道ミサイルや巡航ミサイルの撃破、地上敵部隊に対する攻撃、敵艦艇に対する航空攻撃など様々な任務が考えられるよね。うわぁ、戦闘機ってやることが多すぎて大変だな。だからこそ戦闘機の開発で他国に遅れを取ることはできないんだよ。これだけの任務があるんだから、戦闘機の強さイコール国の強さって言っても過言じゃないよな。そうだね。日本の周辺国では第5世代の戦闘機の配備がどんどん進んでる。これに対抗するために、防衛省は新たな戦い方ができる、次期戦闘機の開発が必要不可欠だと考えているんだよ。この次世代戦闘機のコンセプトは、高度な情報化、高度な知能化、そして瞬時に敵を叩くことができるこの3つの頭文字を取ってアイファイターと称しているんだ。かっこいい、コンセプトはわかったけど、どういう能力なの？まずは射撃機会が増えるってことだね。無駄打ちの排除、誰かが撃てる、撃てば当たる、各戦闘機が持っているセンサー情報やウェポン情報を、データリンクで共有し、編隊内で総合的に分析を行うんだ。今までの戦闘機なら敵機を自分で発見、ロックオン発射、誘導してたんだけど、次期戦闘機は味方機で発見、ロックオン発射、誘導が分担してできるようになるんだ。それと、敵に逃げる機会を与えないってことかな。弾数に縛られず、撃てば当たるエネルギー兵器、マイクロ波、高出力レーザー兵器を装備するんだ。これは発射すると高速で飛ぶので、瞬時に敵に当たるんだ。あとはフライバイト方式だね。聞き慣れない言葉だけど、機内での情報伝達機能だね。列国は強力な電波を相手に照射して、兵器や通信機器の妨害を試みるんだよ。フライバイト方式では光ファイバーで操縦や情報伝達を行うために、この妨害にも強い威力を発揮することができるんだよ。おいおい、すごいハイテクだな。どういう戦い方になるのか想像もできないわ。まだまだあるよ。戦闘機には最も重要視されるステルス性能も各国の戦闘機を凌駕すると言われてるよ。それとは逆に敵機のステルス機は瞬時に発見できる、ハイパワーレーダーが備えられるそうだ。それだけの超ハイテクな機体をハイパワースリムエンジンが支えるんだ。聞いてるだけでも性能がすごすぎて本当にできるのかって思ってしまうよ。大丈夫だよ。日本の開発力と技術力は最強だぜ。うん。日本が開発に乗り出すのならやってくれると思うよ。これだけのハイテク化により当然戦闘機の戦い方も変わってくるよね。これからの戦闘機の戦い方は、先に敵を発見し先に撃墜しなくてはならない。アメリカの戦略予算評価センターの分析では今までのような、戦闘機同士でのドッグファイトは減ってくるそうだ。次期戦闘機が目指す次世代の戦い方は、ミサイルを母機として、無人機を先に出して、スタンドオフセンサーとして、有人の大型超音速戦闘機が後ろから無人機を制御するような形になると思う。この戦闘は無人機随伴の複数の大型超音速戦闘機編隊のグループ戦闘になってくるだろうね。なるほどな。映画で見るような有人戦闘機同士の、一騎打ちみたいなのがなくなってくるんだな。
そうだね。この新たな戦い方では、編隊内のセンサーが敵を見つけ、編隊内の兵器が効率的に撃ち漏らすことなく敵を攻撃し撃墜するという戦い方になるね。数的劣勢下ではこの戦い方が効果を発揮すると言われてるんだ。軍事的な規模としてはあまり大きくない日本にはうってつけの戦い方というわけだな。なんか難しそうだけどすごいってことだけはわかったよ。あと次世代戦闘機のエンジンやステルス性能なんかはどうなの？それじゃあそれも見ていこう。次世代戦闘機はエンジンをスリム化させなおかつ、大出力化を両立できると言われてるよ。水力変更のノズルは全方向20度の方向変更ができて、ジェット噴流方向を変えることにより、舵面だけで行う方向変換に比べると小回りが効いた運動が可能になるんだ。超音速で飛び回る戦闘機にとって小回りが効くということは、戦闘時に大きなアドバンテージになるよ。ステルス性能は相手からのレーダーの反射を、いかに最小に抑えるかが重要なんだ。翼下や胴下に搭載される兵器を、胴体内部に格納しレーダー反射が大きいエンジン反面を、隠すような曲がったインテークダクトなど新しい技術を適用することにより、優れたステルス性能が発揮できるようになるだろうね。エンジンやステルス性能だけじゃないよ。次世代戦闘機には人工知能も搭載されるらしいんだ。これからの戦闘では目視できない距離での戦闘も想定される。もちろん戦闘機の機能も多くなるから、人工知能の支援を受けつつバーチャルヘルメットの映像を、見ながらパイロットがデータリンクで繋がった司令部の命令に従って、戦闘機の操縦をすることになるんだ。まるでゲームの世界だな。本当にそうだね。実際に防衛庁は無人機の開発にも積極的に取り組んでるんだ。まず有人機を改造して、用途や任務によって、有人、無人の運用が切り替えれるような戦闘機を作り、これを支える人工知能の開発に力を入れているそうなんだ。将来、無人の戦闘機が空を飛び回り無人機同士で戦闘するようになるんだね。なんかどんどん映画で見たような世界になってるね。いつかその人工知能が暴走して、みたいにならないよね。人工知能が兵器に搭載されると聞くと確かにそんな心配も出てくるだろうね。そういう映画多いからね。でも、これからの防衛や戦闘には人工知能は必要不可欠なんだ。それは、どの国も無人機の研究や開発に力を入れているからね。これだけ、兵器の機能が発達すればいくら優秀な人材でも、人間がコントロールするのは限界がある。人工知能と人力の融合が必要だよね。あくまで、人工知能を管理するのは人間、すべてを人工知能に委ねるのは危険だと思うよ。将来すべての兵器を管理する兵器が開発され、その人工知能が暴走、それに誘発され全世界の人工知能が暴走となれば人間の世界は終わりだね。話が逸れてしまったね。日本が主導で開発する第6世代戦闘機、本当に楽しみだね。今後の新たな情報を待ちましょう。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。はーい。雑学の時間だよ。待ってた？待ってました。今日は何のお話をしようかな。それじゃあ今回はアニメにまつわる雑学で行ってみよう。ルパン三世はみんな知っているよね？実は我々がよく知っているルパン三世の顔は変装であり、素顔については誰にも知られてないんだ。普段見せている顔は実は変装している姿なんだよね。これは公式設定としてルパン三世は素顔を誰にも見せていないことになっているんだ。ルパン三世は大怪盗アルセイヌ・ルパンの孫であり、ルパン三世は祖父のアルセイヌ・ルパンを尊敬しているという設定があるんだ。そして、ルパン家には泥棒としての指南書が存在していて、ルパン三世はアルセイヌ・ルパンの指南に従って、決して誰にも素顔を明かさないようにしているんだ。そのため、ルパン三世の素顔は仲間の次元大介や石川五右衛門にすら知られていないんだ。ルパン三世の顔は誰にも知られていなかったが、2018年になって藤子だけには明かされたんだ。2018年に放送されたルパン三世パート5の最終回において、ルパンは藤子に私はあなたの何？と問われました。そこで、ルパンは藤子のことだけは信頼しているという証として、変装しているマスクを取って素顔を見せたんだ。マスクを外した素顔は黒塗りとなっていたため、ルパンの素顔を知っているのは世界で藤子だけってことだね。それと、ルパン三世といえば、大怪盗アルセイヌ・ルパンの孫という設定になっているよね。でも、モンキーパンチ氏がルパン三世を描き始めた当初は、違う設定だったんだ。最初はアルセイヌ・ルパンの孫ではなく、あまりの怪盗っぷりに、ルパン三世という愛称で呼ばれるようになったという設定だったんだ。しかし、編集者から面倒くさいからアルセイヌ・ルパンの孫ということにしようと、
持ちかけられて、結局は現在の設定になったんだ。モンキーパンチ氏の構想では、ルパン三世の舞台が1967年だったことから、単純にアルセイヌ・ルパンの孫世代あたりが活躍をするというだけで、孫にしようとは考えていなかったみたいなんだ。最後に、ルパンには子供がいるって知ってた？1975年に刊行されていた少年アクションという雑誌では、ルパン小僧という漫画が連載していたんだ。この物語はルパン三世と藤子の子供が、ルパン四世を目指すというストーリーとなっていて、ルパン小僧の1話や18話では、お父さんであるルパン三世が実際に登場しているんだ。しかし、少年アクションが休刊した影響を受けたことにより、ルパン小僧も18話で打ち切りとなってしまったんだ。以上、ルパン三世の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。ありがとう。日本の潜水艦太平級の情報が入ってきたみたいだね。原子力潜水艦以上の性能じゃないかと言われてたけど実際どうなのかな？でもよ、なんか馬力の低下が得られてたみたいだね。さすがに原子力潜水艦以上の性能は無理があるんじゃないか。そういう型をさらに進化させたと言われている太平型だね。日本が誇る最新鋭の潜水艦で世界最高峰のセインミネと言われていたけど、確かに馬力がダウンしてるんじゃないかと指摘をされてるんだよね。リチウムイオン蓄電池とスターリングエンジンの組み合わせは、原潜以上の性能になるんじゃないかと当初は言われていたよな。もちろん馬力ダウンすることがそのまま性能ダウンになるとは限らないからね。世界各国で潜水艦は日々目まぐるしいスピードで進化してる。原子力潜水艦や通常動力型潜水艦など様々な種類の潜水艦があるんだけど、どの潜水艦にも共通して言える大事な性能は静粛性と隠密性なんだよね。これらの性能をいかに向上させるかが潜水艦の開発建造において最重要項目なんだ。潜水艦の馬力がダウンしても静粛性や隠密性が向上していれば問題ないってこと？馬力を落とすことで静粛性や隠密性が向上するならば、潜水艦としては十分な役割を発揮できるんじゃないかな。それじゃあ今回は日本がこの度就航させた太平級の性能、建造目的配備後の運用について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。やっぱり日本にとって潜水艦の建造はいろいろな軍事兵器開発の中でも世界でもトップレベルだと思うんだ。原子力潜水艦を保持しないという日本の信念みたいなものを貫き通して、通常動力型潜水艦を極めてこの分野では世界一だと言っても過言ではないよね。最近話題になったのが、海上自衛隊の総有型潜水艦欧遊から、リチウムイオン電池が搭載されたことだよね。そうか、日本は原子力を使うことには敏感な国だからね。逆にそれが声を奏して通常動力型潜水艦では世界のトップを走ってるんだよ。海上自衛隊が運用する総有型は通常動力型潜水艦としては世界でも最高峰の性能なんだけど、それをさらに進化させたのが、太平型潜水艦なんだ。太平は2020年10月に三菱重工業神戸造船所において浸水した。この太平は総有型と同じ全長で喫水が2メートルほど深くなっていて、排水量で50トン上回り、海上自衛隊が運用する潜水艦の中でも最大級の潜水艦となったんだ。太平って大きなクジラって意味でしょ？そうだね、クジラにちなんだ名称になっているよ。ちなみに海上自衛隊では潜水艦の艦名は海床や水中生物の名から付けられると訓令で定められてるそうなんだ。太平は太平洋戦争の時には潜水母艦の名称だったんだよ。その後太平は航空母艦に改装され艦名も UFO に変わったんだ。それじゃあ潜水艦太平の話に戻すね。太平は、11番艦欧遊12番艦東遊から、搭載されたリチウムイオン蓄電池が採用されて、ディーゼルエンジンによる充電能力向上を目的として開発されたスノーケル発電システムが搭載されてるんだ。この2つの装備によってリチウムイオン蓄電池の性能を十分に引き出すことが可能になり、スターリングエンジンじゃなくてもそれ以上の性能が発揮できるようになったと言われてるんだ。でもよ、確か以前の話ではリチウムイオン電池を搭載することでコストが大幅にアップするって言われてたよな。その問題は解決したのか？確かにそうだったね。スターリングエンジンを搭載しないことで、その分機体にスペースが確保できたために、リチウムイオン蓄電池を搭載できるようになったんだ。確かにリチウムイオン蓄電池に置き換えることで費用はかかるようになったんだけど、出力は大きく向上したんだよ。
スターリングエンジンと鉛蓄電池を搭載していた10番艦は1隻あたりの建造費は517億円だったんだけど、リチウムイオン蓄電池搭載艦は643億円にまで建造費が膨れ上がったと言われてる。しかしこれはコストよりも、性能アップを重視したということだから仕方ないよね。そうだね。コストがかかるからって古いやり方にこだわってたら開発競争に乗り遅れてしまうもんね。潜水艦が離国防衛の要だからな。世界に置いていかれてるようじゃいけないよな。そして冒頭で出ていた馬力ダウンの件だね。スターリングエンジンを搭載してた双流型はスクリュー時空魔力は8000馬力あったんだけど、欧流等流は5600馬力と公表されているんだ。これだけ見たら、リチウムイオン蓄電池搭載艦は馬力が大幅ダウンしたように感じるよね。単純に数字だけ見ると大きな差に見えるぜ。大丈夫なのか？もちろんただ馬力ダウンしたわけじゃないからね。馬力と引き換えに得た性能だってあるんだよ。瞬間的な最大速力は確かに低下したんだけど、リチウムイオン電池は効率放電を長時間持続できる特性を生かして、長時間にわたり中速から高速で先行することが可能なんだ。いろいろな性能を見ていくと総合的には性能は大きく向上しているんだよね。そして最新鋭潜水艦タイゲイはリチウムイオン電池の特性を最大限に活かすために、スノーケル発電システムが採用されているんだ。このシステムが採用されたことで長時間先行したままで高速充電が可能になったんだ。それと運用面でも大きな改善ができたんだよ。船体にも新しい構造が採用されていて、一般的に浮き課題の構造は他国の潜水艦でも採用されている。フローティングデッキが日本の潜水艦としては初めて採用されたんだよ。これは、艦内での乗組員の動きに伴う音や、機械音など衝撃や振動などを緩和して静粛性を上げる効果があるんだ。その他にも静粛性の高いプロペラ、スクリュー、音波吸収材装備などで、双流型より静粛性が飛躍的に向上したと言われてるよ。隠密行動が主体の潜水艦で静粛性が向上したっていうのはかなり大きな改善だね。そうだな。それとスターリングエンジンを搭載しなかったことで船体自体のスペースの余裕ができて、乗組員の居住スペースもかなり改善されて艦内での生活が快適にもなったそうだね。そうだね。潜水艦は何ヶ月も任務で狭い艦内で生活をしなければいけないから、乗組員の居住スペースが快適になればストレスも軽減できるだろうね。それと、あとは大芸の兵装だね。大芸の兵装は親潮型双流型と同じく人8式超魚雷、ハープーン対艦ミサイルを発射できる 533mm 発射艦が6門搭載されているよ。人8式超魚雷は潜水艦用の魚雷のことで2018年に正式に採用された新魚雷なんだ。2022年には日本の全潜水艦に行き渡る予定なんだよ。搭載されている音響センサーは魚雷の追跡を欺くおとり魚雷を見破る能力だけじゃなく、ジャミングによる魚雷センサーの悪影響も受けにくくなってるんだ。確実に目標を捉えて形状を識別し命中力を高めることができるようになったんだ。これまで上がってきている情報だけでもこれだけの改善と進化が見て取れるよね。やっぱり日本の潜水艦の開発と建造の技術力は世界トップレベルだと思うよ。そうだな。原子力潜水艦が主流の現状でも新しいことに取り組んでそれに負けない潜水艦を作り上げるんだもんな。やっぱり日本の技術はすごいや。今後大芸の活躍により日本の建造技術が周知されれば、他国に日本の潜水艦が販売され、世界の海で活躍することになるんじゃないかな。それだけの性能は十分あると思うんだよね。今後の大芸の活躍に期待だな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の豆知識コーナー。よく待ってました。今回の豆知識は、アニメだぜ。出たお前アニメに詳しいもんな。今回は超有名アニメドラゴンボールだよ。めちゃくちゃ有名だね。ドラゴンボール主人公、孫悟空が有名セリフを押す。オラ孫悟空っていうセリフ聞いたことあるかな？誰でも一回は聞いたことあるセリフだな。実はそのセリフ本編では、一度も言ってないんだってさ。なんじゃそりゃ。さすがの俺でもびっくりだぜ。信じるか信じないかはあなた次第。ならまた見てね。いつも見てくれてありがとう。ありがとうね。オラ、ワクワクすっぞ、カメハメハ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 。ありがとうね。オラ、ワクワクすっぞ、
カメハメハ。ありがとうね。おら、ワクワクすっぞ、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 カメハメハ。あのアメリカも、ついに切れたのかもしれないよ。なになに、何があったの？どうやらアメリカが、原子力空母3隻と軽空母2隻を朝鮮半島周辺に集結させているという、驚きの事態が発生しているみたいだぜ。ベトナム戦争以降、ここまでアメリカが空母打撃群を集結させたことは今までなかったわけだしね。今回のアメリカの行動には一体何の意味があるんだろう。その辺も含めて、今回はアメリカの本気度や、東アジアの情勢を中心に詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。アメリカ軍事専門メディアの米海軍研究所 USNI ニュースによると、2022年1月18日に3個空母打撃群 CSG、1個遠征打撃群 ESG、1個両用即応群 ARG が配置されている状況だというよ。空母打撃群は空母と飛行弾、護衛艦潜水艦から構成されており、明らかに攻撃力を有している強力な部隊が展開されていることになるね。2022年1月時点で、本土を離れて作戦行動中であったアメリカ海軍の原子力空母は計4隻。このうち地中海で中東関連の任務を担当するハリー・トルーマン CVN-75 を除いた、残り3隻がインド太平洋に集結している形になるんだ。この3隻とは、横須賀に前進配備されたロナルド・レーガン CVN-76、インド洋で作戦行動を終えたカール・ギンソン CVN-70 はインド洋で作戦を終えた後、フィリピン海で確認されているぜ。そして1月10日に母港サンディエゴを出港したエイブラハム・リンカーン CVN-72 は、1月18日現在で日本近海に現れており、まさに異例中の異例と言える布陣だな。布陣といえば、カール・ギンソンが率いる空母打撃群から遠くないところには、強襲揚陸艦アメリカを主軸とする遠征打撃群と、同型の強襲揚陸艦エセックス両用即応群が布陣している状況だよ。ちなみにアメリカ LHA-6、45,000トンとエセックス、LHD-2、41,000トンは他国の軽空母より大きく、実質的に軽空母と呼称しても問題がないスペックなんだ。これらの空母群には、最新ステルス戦闘機 F-35 が搭載されていることも見逃せないよね。カール・ギンソン・エイブラハム・リンカーンは F-35C 空母搭載型を、アメリカ・エセックスは F-35B 垂直離着陸型をそれぞれ搭載しているので、かなり強力な攻撃力を有している状況となっているよ。このように、空母3隻と強襲揚陸艦2隻が同じ時期にインド太平洋地域に現れたのは異例であり、アメリカの金融分析家ケビン・ベイカー氏はツイッターでベトナム戦争以降、この地域での最大の空母集結都市日本の海上自衛隊もアメリカ海軍と共にいるはずとコメントし、海上自衛隊がアメリカ海軍と共同補強を取っていることを示唆したようだね。実際に、海上自衛隊の公式発表では、2022年1月17日から22日にかけて、空母カール・ギンソンとエイブラハム・リンカーンそれぞれの空母打撃群と海上自衛隊護衛艦ヒューガが、沖縄南方のフィリピン海上で共同訓練を行っていて、アメリカ海軍も自由で開かれたインド太平洋地域を守るために、海上自衛隊護衛艦との共同訓練を実施したと公式発表し、訓練の事実を認めているよ。これらの空母2隻以外には、アメリカ海軍からタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦レイクシャンプレインモービルベイ、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦チャフィーグリッドレイスプルアンス、強襲揚陸艦アメリカエセックス、
ドック型揚陸艦パールハーバーが加わっていたようで、尖閣諸島の花の先とも言える位置で、中国に対して牽制行動を行ったものと思われているんだ。この牽制に刺激を受けたのか、この訓練が終了した翌日には台湾の防空識別圏 ADIZ に中国軍機の編隊が侵入、殲16戦闘機24機、殲10戦闘機10機、Y9 輸送機2機、Y8 対戦哨戒機2機、核爆弾を搭載可能な H6 爆撃機1機の39機が台湾領空を侵犯したよ。訓練を行ったのは日本とアメリカなのに、なぜ台湾を領空侵犯する必要があったのか、関係ない国を巻き込まないでほしいよ。中国の姿勢からはアメリカを直接刺激したくない声と、アメリカ空母打撃群の増え声を調査するためにリー声声に出たのと、この3つの理由があると見られるな。ちなみに、中国からは特にこのことについてのコメントは発信されていないようだぜ。カール・ビンソンとエイブラハム・リンカーンは、海上自衛隊との訓練後にはそれぞれの空母打撃群を率い、1月23日に南シナ海に展開し、対潜、対空、対水上艦訓練などを実施していて、アメリカ海軍では同盟国へ安心を与え、有害となる影響に対抗し排除するための決意を示すとして、中国に対する示威行動を行うことを明らかにしているよ。2022年2月には、横須賀基地で整備を続けている空母ロナルド・レーガンの整備も完了し、いつでも出航可能な状態になるとされており、最終的には東アジアにおいてアメリカ海軍の空母が3隻展開されることになり、これは2017年11月に北朝鮮が核実験や弾道ミサイルの発射実験を繰り返した時以来となるね。2017年11月の時には、空母に3つセオドア・ルーズベルトがアメリカ本土から来訪し、横須賀を母港としているロナルド・レーガンと合流し、日本海で軍事演習を展開し、この演習には韓国海軍艦艇も参加した実績があるんだ。そのため、今回の空母群集結も北朝鮮に対する警告性のメッセージではないかという解釈がなされているよ。実際、2022年になって、北朝鮮は4回のミサイル挑発をし、北朝鮮の金正恩国務委員長は核実験大陸間弾道ミサイル ICBM 発射中止の見直しを示唆し、アメリカに対して直接対話を暗に訴えている状況だからね。ちなみに、2017年11月のアメリカ空母群集決議には、北朝鮮も一時的にミサイル発射実験を中止し、その後韓国との対話路線に転換した経緯もあることから、アメリカが何らかの威圧的な意図を持って空母群を日本近海に集結させていることは間違いないようだぜ。なお、この時点で北朝鮮からはアメリカに対する公式的な反応はないものの、韓国に対しては水面下でアメリカとの交渉への仲介を依頼しているのではないかとの説や、韓国に対しては米韓合同訓練をやめろと韓国に対していつものように圧力をかけている説も出てきているな。また、2017年と違う点は、演習を展開している海域がフィリピン海及び南シナ海であることだね。前回は日本海に展開したという意味で、北朝鮮のみをターゲットとした威圧的行動だと思われたんだけど、今回は中国がメインの相手であり、北朝鮮はついでにプレッシャーをかけておいた、と見てもいいかもしれないね。今回の出動時に、韓国海軍には及びがかかっていないことなどから考えれば、明らかに中国への警告であり、北朝鮮はそのついでと見てもいいんじゃないかな。アメリカがこのタイミングで、あえて中国を刺激したのはオリンピックを睨んだ声声であったとも言われているな。2022年2月から北京での冬季オリンピック開催を控えている中国は、世界平和を希求する国家としてのイメージ作りに躍起なことから、活発な軍事活動を控えているんだが、そのタイミングを狙ってアメリカがプレッシャーをかけていると見てもいいんじゃないか。アメリカもなかなか痛いところをついていくね。ただし、アメリカもこれ以上中国ばかりを相手にしているわけにはいかないんだよね。2022年1月になって、ロシアがウクライナへの侵攻を示唆しているウクライナ危機が続いていることから、西と東でロシアと中国が同時に暴発した場合、アメリカがどこまで対応できるのかといえば、少なくともアメリカ自身には二方面作戦を展開する際の不安があるんだろうね。そして、中国の動きに合わせて北朝鮮も暴発することがあれば、もはや日本を戦争に巻き込むななどと叫んでいる場合ではなくなり、日本に何らかの被害が降りかかってくるのは間違いなく、降りかかる日の高毒力で、払わなければならない状況にもなりかねないんだ。2020年代になって、航空兵力の優位さが軍事力の優位を生むことは、どんな軍事アナリストでも納得できることだよね。そういう意味では、中国が空母を保有し、さらに空母を建造している事実、そして南沙諸島や尖閣諸島、
台湾などで領土的野望を隠そうとしていないことは、アメリカとして看過できることではないんだ。中国をこのまま放棄していると、あの北朝鮮ですらアメリカ恐れるに足らずと図に乗って、超音速ミサイルをガンガン撃ちまくってしまうわけだからな。だからこそアメリカとしては、中国と北朝鮮に対しては何らかのプレッシャーをかける必要があったんだね。そしてロシアに対しても同様だね。ウクライナをめぐってアメリカとロシアが直接対決の構図を見せているわけだけど、アメリカからすれば極東地域において軍事的優位を見せることで、ロシアの暴発を抑制する意図があることは十分に考えられるんだ。ロシアとて、ウクライナと対決するだけの戦力は十分に有しているものの、その後ろ盾である NATO、そしてアメリカまでを敵に回して戦うことは考えていないはずで、アメリカがどこまで本気なのかを知りたがっていることは事実だと思うよ。そして、その答えが極東に空母3隻が集結というものであったならば、ロシアは今までの威圧一辺倒な態度を改めることになるだろうぜ。1月28日には NATO の東欧地域へのこれ以上の拡大を望まないなどと、自らが手を引く交換条件を案に示唆しているくらいだしな。プーチン、習近平、そしてキム・ジョンウン、彼らの全てが話してわかる相手ではないのは、彼らの言動から明らかであり、その野望を思いとどまらせるにはその野望を砕くだけの戦力を見せつけるしかないもんね。そういう意味では、アメリカの今回の行動は強烈な G 行動になっていることは間違いないよ。そして、日本も同盟国として何らかの対応を迫られていることは、十分認識しておく必要があるんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカ海軍が保有する世界で最も強力なシーウルフ級原子力潜水艦は、現在3隻が運用されていることをみんなは知っているかな？シーウルフって大ソ連用の潜水艦だっけ？ああ、大ソ連の目的で設計されたハイポテンシャルな潜水艦であり、そのコストが莫大であったことと、ソ連の崩壊によって目的がなくなったため、現在の脊柱になったと言われているぜ。最強の潜水艦って一概には言えないけど、低コスト高クオリティのものだよね。そうかもね。さて、そんなシーウルフ級潜水艦コネティカットが、2021年10月にインド太平洋地域詳細は未発表を航行中に正体不明の物体と衝突し損傷したことが明らかになったんだ。今回はこの謎の水中衝突について、詳しく掘り下げて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。10月7日にアメリカ海軍が公式発表したところによると、シーウルフ級原子力潜水艦の2番艦コネティカットが10月2日に、インド太平洋地域の国際海域イコール公海で不審な船体と衝突し、損傷を受けたとのことだったよ。アメリカメディアなどは、政府関係者の発言として、実際に物体と衝突した場所が南シナ海の国際海域だったとしているんだ。また、アメリカ海軍協会 USNI のニュースサイトによれば、コネティカットの乗組員11人が負傷したが、主要な設備には損傷はなかったようだね。実際、コネティカットは航行可能な状態であり、10月8日にグアムの米海軍基地に戻り、修理に入ったとされているよ。問題となるのは、コネティカットが何にぶつかったのかという点だよね。そうだね。この事故について、過去の同種の事故を紐解いてみると、2005年1月にグアム南方海域で起きたロサンゼルス級攻撃型原潜サンフランシスコの衝突事故があるんだ。この時サンフランシスコは、海図に乗っていない海山に衝突した結果、船体が大きく損傷し、乗組員1人が亡くなる事故となっているよ。このように、世界中に展開するアメリカ海軍であっても、本土やハワイ周辺なら把握できている状況も、その他の海域で海底の状況などと十分に把握しきれていない場所があるはずだというわけだね。いわば未発見の海山との衝突説とも言えるこの見解だけど、実際の運用ではどのように対応しているのかな？未把握の海域を航行する際、国際水路機関 IHO などが関与した国際的な海図を使うのがセオリーで、その海図をもとに危険かもしれない海域を回避するなど、ある程度の防御策を取りながら航行するのが一般的ではないかとされているよ。そして、コネティカットの事故では数人が軽傷を負っているんだ。それほどの衝撃があったということは、海山などの固定物と衝突した可能性が高いのではないかと考えられたってわけだね。事故の公式発表の際には他の船舶との衝突ではないと発表されていることから、小型の海山か水上艦艇の曳航物などにぶつかった可能性は考えられるよね。水中はまだまだ未知の世界であり、
レーダーやソナーが発達したといっても、まだまだ見えない危険が多数存在しているのは事実だからな。海の全部は未だに人類が解明できていない部分だからね。例えばシャドウゾーンの存在は、多くのサブマリナーに認識されているんだ。そもそも海中は、深度に関わらず微妙に水温が上下する層があって、その影響でソナーが音源を探知しにくい場所があり、音が聞こえない場所を例えてシャドウゾーンと呼ばれているよ。シャドウゾーンがコネティカットの事故に関わっているかはわからないけど、事故が起きてもしょうがない。海底はまだまだ未知数の場所であることを示すエピソードとしては参考に覚えておくと良いかもね。では、コネティカットは一体何に衝突してしまったのかという答えを導き出そうとしている時に、あの中国が謎の対応をし始め、ネット界が騒然としていたみたい。今回の事故の発表を受けて、中国外交部報道局の趙立堅副局長が、10月8日中国はこの事件に深刻な憂慮の念を抱いているとの趣旨で、声明を発表したんだ。趙報道官は、アメリカに対し、事件発生の具体的地点をはじめとする状況の詳細を公表することを求めるとともに、いかなる衝突が発生したのか、放射能漏れや水域の環境に影響がなかったのかなど、被害の有無を明らかにするよう呼びかけているよ。同時に趙報道官は、アメリカは長年にわたり自由な航行の旗印のもとに、南シナ海の状況を加熱させてきたと指摘し、地域の平和と安定に深刻な脅威と大きなリスクとなっているとの見解を伝えたんだよね。平たく言えば俺たちの海でうろうろしてんじゃねえよといったところだろうな。自分のものって思ってるのは中国だけなんじゃないかな。今回のコネティカットが衝突した場所は、明確にどこですよとは明らかにされていないよね。でも、中国はそれを南シナ海と明らかにしているんだけど、これは、コネティカットの動きを明らかに把握していたことを意味しているんだよね。言われてみればこれはまさか、陰謀だったりするの？確かに、日本においても周辺海域には中国やロシアの潜水艦が航行していることがあり、領海内に入ってくれば当然領海侵犯として対応することになるんだけど、公海を航行されただけでは何もできないんだ。これはあくまでセオリーとしての対応なんだけどね。実際の対応としては、尾行するな、公海からこっち側に入ってくるなよって威嚇も兼ねて、相手がどんな感じで、どんなことを行っているのかをマンマークするわけだぜ。なぜそんなことをするのかは言うまでもないよな。抑止だけでなく相手のスペックを把握するための調査も兼ねているってわけだ。中国やロシアは、日本の潜水艦が世界トップレベルの性能を有していることを知っているからこそ、領海侵犯スレスレの声声をとって、日本の潜水艦の性能を把握するための調査を行おうとするんだぜ。日本近海において、諸外国の潜水艦がこのように闊歩するのは、お互いの武器の調査を兼ねていることもあるってことなんだね。ちなみに2海上自衛隊の潜水艦がどのような行動をとっているかは、未知数なんだ。このチャンネルの知り合いに、海上自衛隊の潜水艦乗りがいるんだけど、明日からいなくなるとも言わず、かといって少し連絡が取れなくなるなど、匂わせることもなく、家族ですら、夫が潜水艦に乗っていること、潜水艦でどこにどこまで行くのかなど、全く知る由がないらしいんだ。今日は帰りが遅いな、次の日も帰ってこないなどが続いて、ようやく出航したのかとイメージするらしいんだ。それぐらい秘匿性の高い任務を求められる、それが潜水艦の使命ってわけだね。家族は信じて待つしかないんだね。これで浮気なんかしてた日には恐ろしいことになりそう。それじゃあ、コネティカットの話に戻ろうか。コネティカットが、中国の言うように南シナ海で航行していたとすれば、何の目的であったのかな。それはもう、中国の軍事行動の監視、観察などしか考えられないよね。南シナ海は、南沙諸島を中心として中国、ベトナム、台湾、フィリピン、マレーシアなど、数多くの国が領有権を主張しているんだけど、中国は強権的な実効支配を強め、実質的に軍事力を持って南沙諸島の支配を正当化しようとしているのはみんなも知っているよね。すでに、天然の岩礁や珊瑚礁を破壊して飛行場や港湾施設を建設し、周辺諸国に対して軍事力で睨みを利かせ始めている中国。当然そこには潜水艦の存在も間違いなく存在するだろうね。潜水艦があれば、周辺諸国が南沙諸島に手を出そうとしても、
先制攻撃をすることも可能だろうし、俺たちの領土に手を出すなと威嚇することも可能だから。中国は環境破壊することも意図はないんだろうね。南沙諸島における中国の覇権に異を唱えるのが、アメリカとイギリスなんだ。アメリカは世界の警察としてのプライドもあるけど、親米国であるフィリピンのバックボーンとして一定の影響を示す必要があるんだよ。意外なのはイギリスだよね。イギリスは中国と直接諸問題を抱えているけど、様々な諸問題の中で特に大きいのが香港問題となっているよ。すでに宗主国としての立場はなく、香港は中国の領土として高度な自治を付与されて存在しているけど、その香港で民主化運動が弾圧されていることから、イギリスは猶予を示しているんだ。その猶予に対して内政干渉と批判的なのが中国であり、イギリスとはバチバチとやり合っている状況だよ。イギリスが賢いのは、友好国であるオーストラリアも巻き込んで、大中国戦略を講義ていることだような。オーストラリアと中国は、石炭の輸出入関係で取引があったが、その関係にも亀裂が生じているぜ。中国は2021年4月、オーストラリアのスコット・モリソン首相の中国は新型コロナウイルスの起源について調査を行うべき、第三者が関与して行われるべきに発言に対して強く批判し、報復措置を取ったからね。2021年5月にオーストラリア産牛肉の禁輸、ラインなどの農産物に対する関税率の大幅な引き上げを行ったのに続き、エネルギー企業オーストラリア産の石炭を輸入しないように圧力をかけ、2021年6月以降はオーストラリア産石炭の輸入がゼロになってしまう事態になったんだ。なお、この動きには、友好国イギリスが一枚噛んでいる話も聞かれるぜ。このように、様々な事情が絡んでいる南沙諸島において、アメリカの潜水艦が何にぶつかったのか、そして、それに対して中国がここまで過剰反応をするのはなぜか、知識と推察力の高い皆さんなら、すでにある程度のお察しがついているんじゃないかな。中国が威嚇と監視を兼ねて、アメリカの潜水艦に接近したとしたら、接近しすぎたということは十分にあり得るが、もちろん、アメリカ側が中国の潜水艦に近づきすぎたという考え方もあるだろうな。お互いに相手の潜水艦のスペックを知りたいと接近しすぎれば、こういう事故があるだろうぜ。アメリカだって世界の警察として、これ以上中国の横暴を無視するわけにはいかないもんね。本土より離れた南沙諸島でアメリカが直接軍事力を誇示したのは、日本にとっても有益な状況だよな。アメリカは、中国の領土に対する覇権主義には対抗する、ということは、尖閣諸島も同様に対応してくれることを明らかにしたわけだからね。日米安保条約が強固な同盟関係であることは、誰しも疑わないところだけど、その対応方法はどのようなものなのか、という点においては不安があったんだ。その点、今回の事故は、今後のアメリカの姿勢、特に対中国に対する姿勢を明らかにしたものとも判断でき、日本としても大いに勇気づけられる対応と言えるのではないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊の護衛艦出雲の改修工事は完了したんかな？護衛艦出雲の1回目の改修工事はすでに完了してるみたいだね。軽空母化するって話だったよね。そうだったな。軽空母化して F-35 戦闘機を搭載できるはずだったよな。そうだね。1回目の改修工事は F-35 戦闘機が、離発着できる仕様にするための改修工事だったんだ。現在も、護衛艦出雲の改修工事は行われているみたいだよ。出雲に搭載する F-35B ライトニングの、配備先も宮崎県の航空自衛隊ニュータバル基地に決定していて、防衛省は対中国を念頭に置いて、沖縄、フィリピン、ボルネオ島に至る第一列島線の日本側の支配領域の防衛力の強化を図る方針のようなんだ。だから今回は、護衛艦出雲の改修工事の計画や、それに搭載される F-35B ライトニングの性能について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2021年10月3日は海上自衛隊にとって記念すべき日になったんだ。戦後76年ぶりに日本が保有する護衛艦に固定翼機が着発艦したんだよ。海上自衛隊は米海兵隊と協力し、岩国基地所属の F-35B ライトニングの着発艦実験を出雲にて行ったんだ。その実験は無事に成功し、護衛艦出雲が F-35B を運用するための能力が備わっていることを証明したんだ。
今後もさらに実用的に運用できるようにするために改修工事は行われていくそうだね。とりあえずの改修工事は F-35B が麦に離着陸するための改修だったということだな。麦に実験が成功してよかったな。F-35B を搭載するためにはどういう改修工事が必要だったの？そうだね。1回目の改修工事の内容は、飛行甲板の耐熱処理や F-35B ライトニングやオスプレイを誘導するための、誘導塔の設置などが行われたみたいだよ。へぇ。耐熱処理まで行わなくてはならないんだね。うん、F-35B を運用しているアメリカ海軍では、F-35B の運用前まではハリアー2という垂直離着陸機を運用してたんだけど、このハリアー2と比較して F-35B の排気熱は、非常に高温になるみたいなんだよね。だから、飛行甲板の耐熱処理には相当気を使ったみたいだね。アメリカ海軍での強襲揚陸艦での F-35B ライトニングの離着陸実験ではわずか3回の離着陸だけで、飛行甲板が熱によって強度が低下して修復が必要になったという話だったな。たった3回で？それじゃあ耐熱処理は絶対に必要だね。出雲でも、F-35B ライトニングとオスプレイの、着艦スポットだけは特に耐熱処理に力を入れたみたいだよ。さっきから出てきてるオスプレイって一時期反対運動なんかで話題になったあれだよね。そうそう、オスプレイは運用当時、一部の地域や団体で強い反対運動が起きたことで有名だね。それでも、2020年頃から陸上自衛隊ではオスプレイの調達は始まっていて、2020年5月には岩国基地に初号機がアメリカから輸送されたんだよ。その年の7月には千葉県の木更津駐屯地にも配備が進められて、2021年3月には陸上自衛隊では5機のオスプレイを運用しているんだ。あれだけの反対運動が起きても運用は開始されたんだな。いくら反対されても防衛に必要ならば仕方ないよな。もちろんどのように運用していくか計画された上での調達だからね。このオスプレイは南西諸島防衛、対中国を視野に入れ、2018年に発足した水陸機動団で運用することを目的としていて、長崎県佐世保市の杉浦駐屯地から近い佐賀空港を拡張し運用する予定だったんだけど、ここで地元住民の強い反発で用地買収が思うように進まず、仕方なく木更津駐屯地に配備する形になったんだ。やっぱり地元住民からすれば軍用機が領空を飛び回るのは良い気がしないもんな。相当な反発があったんだろうな。話がオスプレイの話になっちゃったね。護衛艦出雲のその後の改修工事の予定はどうなってるの？話が少し逸れちゃったね。護衛艦出雲の話に戻そうか。出雲は1回目の改修工事に続いて、2025年に実施予定の大規模定期検査のタイミングで2回目の改修工事を行う予定なんだ。2回目の改修工事ではアメリカ海軍の強襲揚陸艦のように、現行の台形から四角形に形状を変化させ飛行甲板の延長を予定してるみたいだよ。この改修工事によって、F-35B ライトニングの運用効率向上と安全性を向上させることができるようなんだ。2回目の改修は船の形状を変えてしまうのか。これは大きな攻撃になるみたいだな。この2回目の改修工事では当初イギリスの空母、クイーンエリザベスや、諸外国の空母のように、船首部分にスキージャンプ式の発着管設備を、設置する予定だったみたいなんだけど、スキージャンプ式の発着管装置はカタパルト式発着管装置ほど技術的な面で、ハードルが高くなくて運用コストも低くて艦載機の搭載量や航続距離の延長も期待できたんだけど、護衛艦出雲に関しては、設計上、対潜戦闘中核艦であることで、船首部分にバウソナーと呼ばれる対潜探知装置が設置されているんだ。だから、ここにスキージャンプ式発艦装置を設置すれば、船首部分が重量過大になり船体の安定感を損なう可能性があるとして、スキージャンプ式発射装置の採用は見送られたそうなんだ。確かに他の国の空母は船首がスキージャンプ台みたいな形だもんね。出雲はもともと作られる時は軽空母化する予定はなかったってことだよね。しかしこれだけの大規模な改修工事が、予算が大変なんじゃないか。2022年の防衛予算では護衛艦出雲の改修費として67億円が計上されたよ。そのうちの36億円が全天候型着艦誘導装置に計上されたんだ。この全天候型着艦誘導装置とは J パルスと呼ばれてアメリカ海軍とアメリカ軍需製品会社大手のレイセオンテクノロジー社が共同開発したもので、 GPS と管制工法を活用した高性能な着艦誘導システムなんだよ。艦と機体の双方で GPS 受信機を使って位置を正確に測り、その情報を無線データ通信で交換しながら正しい進路に乗せるようにするためのシステムだよ。でも結局は正しい進路に乗っているかを教えてくれるシステムだから、
そこに機体を持っていくのがパイロットの腕次第というわけだよな。まあ確かに天候などの条件にも左右されるだろうからね。パイロットの技術は必須だろうね。そして、その他のコストとしてはアメリカ軍からの技術支援と、協力を得るための経費として12億円が計上されてるよ。確か護衛艦の軽空母艦は出雲だけじゃなく2番艦の加賀も改修工事予定じゃなかったかな？そうだね。2021年度予算では2番艦加賀の改修費用として203億円が計上されていて、2022年に1回目の改修工事が予定されているようだよ。加賀の改修工事は先行して改修工事を進めている1番艦出雲と、改修内容は少し異なっているそうなんだけど、1回目の改修工事は飛行甲板の耐熱処理と、そのまま船首の台形型から四角形型への変更も同時に行われるみたいなんだよね。やはり、2番艦の増量に軽空母から行われるんだな。加賀ら飛行甲板の耐熱処理と船首部分の構造変更が、1回目の改修工事で同時に行われるのが出雲の1回目の改修工事とは違うところってことだな。そうだね。改修予定としては、出雲と同様に2段階に分けた改修工事が予定されていて、2021年度から2023年度に1回目の改修工事、2026年度から2027年度に2回目の改修工事が、完了見込みで、1番艦出雲の方が若干改修工事が早く終わる予定だね。なんで、出雲も加賀もわざわざ改修工事を2回に分けるんだろうね。それは、海上自衛隊としても護衛艦の軽空母化は初めての経験になる。アメリカ軍からの技術支援や F-35B を先行して配備している他国の運用実績などを考慮しながら、ノウハウなどを集め、いろいろな面を海上自衛隊の運用に合うように考慮しながら工事を進めていくためだと思うよ。いくら F-35B を艦載できると言っても軽空母クラスだからな。あまり多くの機体は艦載できない。どれくらいの機体を艦載するかという点でも考慮しないといけないもんな。そうだね。いくら改修工事を行ったとはいえ、あくまでも軽空母だから、せいぜい艦載できるのは10機程度。10機程度なら航空自衛隊の1飛行隊にも満たない数だもんね。戦力としては少し物足りない気がするんだよね。それと、出雲には対戦哨戒ヘリも艦載する予定なので、実際の F-35B の艦載数はさらに少なくなるだろう。その状況の中で、最も戦力的に効率がいい艦載機の比率を熟考しなくてはならない。そのあたりも他国の運用状況を見ながら、考えていくんじゃないかな。他国のバカで海空母とは違うもんね。いくらでも艦載すればいいって問題じゃないんだね。今後も中国からの軍事的な圧力が強まっていく一方だろうからな。海洋上での防衛力強化は日本にとって大きな課題だろうから、大きなコストをかけてでもやっていくしかないだろうな。現在は防衛省でも冷戦時代の北方シフトから南西への戦力シフトを進めてる。護衛艦や潜水艦、戦闘機だけじゃなく、新型地対艦ミサイルの開発や配備も進めているんだ。地上からの敵の侵攻軍を迎撃できる体制を強化するとともに、これまで地上部隊を配備していなかった南西諸島周辺への守備隊や監視部隊の配備もどんどん進んでるんだよね。対中国を考えると当然といえば当然だな。部隊の配備は抑止力的効果も大きいだろうからな。本当は何も起こらないのが一番なんだろうけど、日本の防衛力が遅れを取れば中国が一気に日本の領海を奪ってきそうだもんね。そうだろうね。今は日本のバックにはアメリカの影が見え隠れしていて、軍事的な戦力も、数でこそ中国には劣っているけど、日本の防衛戦力は他国から見ても侮れないものがあるからね。中国も圧力はかけてはきているけど、もう一歩は踏み出せない状況だろうね。しかし、日本やアメリカの軍事力が中国に劣るということになれば、軍事侵攻してくることは明白だね。だからこそ、多大なコストをかけてでも、防衛力強化は進めていかなければいけないんだ。日本の国土と国民を守るためには必要なことだからね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。言ってしまうと、お粗末なものづくりの代表国って韓国だよね。しかもピンポイントじゃなくて、全般的にやばいよな。いい加減さでは中国も負けてないみたいだよ。もちろん、十数年前と比べると進歩はあるみたいだけど、韓国や中国が作ったものって聞くと、何か本能的に不安がよぎっちゃうんだよね。日本っていうものづくりに関して、安全安心、高品質の最先端の行く国にいるからこそ、余計に差を感じるよな。そうだね。さて今回は、中国の誇る独自の戦闘機エンジン WS-15 について、爆破事故と合わせて解説していくよ。
それじゃあ行ってみよう。中国空軍といえば、かつてはソ連のミグシリーズをもらって装備しているだけで、独自の戦闘機なんか作られるようになるとは思われていなかったんだ。でも、2000年代になってから、ミグシリーズなどのコピー品製作から徐々に成長して、独自の戦闘機を開発しており、その性能は先進国にも引けを取らないと自ら自慢しているみたいだね。とは言っても、中国に一から最新の戦闘機を開発するだけの技術もノウハウもないはずで、ロシアからの技術提供と、アメリカなどの技術を盗用して組み合わせただけのようにも思えるね。とはいえ、数に物を言わせた中国の戦略は侮れないぜ。そんな中国空軍が J20 なる戦闘機を開発し、高高度や過酷な状況下でも高性能を発揮すると中国自身が主張しているというのだから、ちょっと不気味にも思えるよね。今回は、冒頭で紹介した通り、そんな中国空軍の J20 にまつわる戦闘機エンジン WS-15 について、詳しく解説していくよ。さて、次世代の戦闘機といえば、アメリカが運用している最新鋭ステルス機 F-35 シリーズが有名だよね。日本でも、F-35A や F-35B をアメリカから購入し、特に後者は護衛艦出雲加賀の軽空母改装に合わせて艦載機として運用しようとしているんだ。日本やアメリカの戦闘機能力の向上に慌てた中国は、自らもステルス戦闘機を開発することにしたのはいいんだけど、問題も頻繁に起きているようで、特に問題となっているのは戦闘機専用のエンジンがうまく開発できていないようで、開発途中にも事故が多発しているみたい。ちなみに、中国人民解放軍が2017年から配備を進めている第5世代ステルス戦闘機自称1020J20 は、あくまでステルス機と自称しているが、アメリカや日本の軍事アナリストから言わせると、こんな形状の魅力でよくステルス機が名乗れるようなトラライザネになっているぜ。おまけに、オール2国開発ができなかったことで、戦闘機に搭載するエンジンがロシア製ジェットエンジンをそのまま供給してもらっていたらしいな。そのせいもあって、最初のうち J20 は配備機数がなかなか増えなかったんだよね。それはロシアから肝心のジェットエンジンが届なかったからに起因するよ。それに痺れを切らした中国政府は、ついにロシア製ジェットエンジンの採用をやめ、自国で開発したジェットエンジンに換装する決意を固めたってわけ。戦闘機にとってエンジンは、機体そのものの性能を左右する重要な部分だけど、かつての中国はソ連から機体そのものを供給してもらっていたから、飛行機を開発することすら着手していなかったんだ。でも、中国とソ連の関係が悪化した1980年代からは、独自の兵器開発に舵を切るようになり、戦闘機エンジン WS-10 の開発にも着手したよ。WS-10 はあくまでソ連製エンジンのコピー品レベルだったんだけど、中国はこの WS-10 をベースにロケットエンジン開発に必要な技術と経験の蓄積を進めていったんだ。そして、その経験と技術を活用し、1990年代にさらに高性能の WS-15 の開発に乗り出したよ。この WS-10 だが、実はそのベースがアメリカ製のエンジンだったという面白い話があるぜ。WS-10 のベースとなったのは、アメリカ製のジェットエンジン CSM-563 で、このジェットエンジンは、アメリカ空軍の可変翼超音速戦略爆撃機 D-1 のエンジンとして搭載されている。ゼネラルエレクトリック社のアスターバーナー付きターボ3エンジン S101 が原型となっていたらしいな。ゼネラルエレクトリック社とフランスの、サスランエアクラスとエンジン社スネクマ社が共同出資した合弁会社で生産されていたのが、CSM563 だったんだが、燃料用としてボーイング737やエアバス A320 などに搭載されている強力なジェットエンジンだったんだ。この技術を中国が入手し、いわばコピーする形で独自のエンジンとして作り上げたのが WS-10 と言われているぜ。実際の話、中国がミサイル技術を盗んだというよりは、アメリカがあえて中国に技術を流したと考えてもいいかもしれないね。今でこそ、アメリカと中国の間には緊張が高まっているけど、このエンジンが開発された1980年代は、当時のソ連と中国の関係が悪化しており、ソ連と敵対関係にあった中国、そこに出てきたのが、同じくソ連を敵にしているアメリカだったんだ。同じ敵に立ち向かっていた中国は敵の敵は味方なわけで、実際に1980年代には中国とアメリカは友好関係であったことから、アメリカの中国をソ連に敵対させてあわよくばと思っていたんだろうね。こうして中国は、CFM563 エンジンの技術を入手することに成功していたってわけ。CFM563 エンジンは、中国航空工業工士と信用航空エンジン研究所で徹底的に解析され、
その成果は、国産ジェットエンジン WS10 となって形を見ることになるよ。中国は早速自国開発の戦闘機 J-15 に WS-10 を搭載することを決定するんだけど、果たして世界のレベルの中でどの程度の位置にあるのか、その現実を直視した結果、中国が愕然とすることになるんだよね。WS-10 が完成した時、世間はすでに第5世代と呼ばれる最新鋭戦闘機が登場する時代であり、今更第4世代と第3世代の中間のようなジェットエンジン、それを搭載した戦闘機なんか戦力にならない、そんな現実を中国が突きつけられたってわけ。でも、WS-10 の開発で得た経験と知恵は、中国をある方向性に導くよ。それは他国のエンジンを真似すればいいんだって考えだね。実際、WS-10 がそうであったように、他にいいエンジンがあればそれをコピーしてしまえばいいのだと、中国は安易にコピー路線を選択したんだ。真似ることは悪いことじゃないけど、そこから独自性を生んでいかないと、良いものづくりにはならないし、完全オリジナルの自国製とは言い難いよね。自国の技術だけで WS-10 の性能向上が見られないと判断した中国は、2000年代になって関係を修復した旧ソ連ロシア製のエンジンリューリカイコールサプールン AL-31 の技術をコピーして、WS-10 の改良に取り掛かるんだ。この頃になると、ロシアとアメリカは対決姿勢を再び取るようになり、中国は中国で経済力を高めることになるとアメリカと直接対決するぐらいの勢力を持つようになったんだ。ロシアの代理として喧嘩を得るのではなく、中国として対等にアメリカに喧嘩を得る。そんな時代の入り口だったわけだな。ロシアにしてみれば、自国の代わりにアメリカに喧嘩を売ってくれるなら、中国だって北朝鮮だって問題ないわけで、ああ、だったらこれ使いなとジェットエンジンの技術だってどんどん提供するようになったんじゃないかな。こうしてロシアの協力を得て完成したのが、改良型の WS-10A だね。信頼性と馬力を兼ね備えたバージョンとして、ようやく第4世代戦闘機として対等なパワーを得るようになった J-15 だけど、まだまだ時代遅れの部分もあり、何より信頼性において問題を抱えている状況だったんだ。こうなったらと、再び中国は新たな技術のコピー先を探した結果、なぜか登場したのがウクライナらしいよ。ウクライナは、ロシアとの関係がピリピリしている状況であったことから、ロシアに直接圧力をかけることができる中国に対して技術提供することで、ロシアを牽制しようと考えたみたいだね。こうして、ウクライナの技術協力によって、さらに信頼性を向上させた WS-10B を開発することに成功したってわけ。こんな感じで、他国の技術をコピーして自国製兵器の性能アップを成し遂げている。これが中国流のやり方になっているよ。ここまでエンジンに力を入れて開発したんだから、中国は自称ステルス機の J-20 にどんなエンジンを搭載したのか気になるよね。その答えが、なんと WS-10B からさらに改良を加えた WS-10C だと言われているよ。WS-10C は、信頼性の向上のみならず水力のアップが図られたとされており、一般的に第5世代と言われる戦闘機と同レベルの能力を持っているものとされているんだけど、ここまで来ればどこの国の技術を盗んだんだと言いたくなっちゃうよね。そういえば、さっき新型のジェットエンジンとして WS-15 の名前が挙がっていたけど、それはどうなったの？これについては、正式に開発に成功したと発表はされていないよ。むしろ、開発時に爆発事故が相次いで、開発が停止しているとの説が強くなっているんだ。もちろん中国がこんな自国の恥のような話を発表するわけがないから、あくまで推測だけどな。J-20 は、2021年10月に広東省樹海で開催された第13回中国国際航空宇宙博覧会では、WS-10C が搭載された状態で世界に初公開され、デモンストレーション飛行が実施されるまでに至ったんだ。開発責任者のコンフォン氏曰く、J-20 はエンジン乾燥の結果かなりのアップグレードを果たしたと公言しているよ。エンジン乾燥によって、高高度での飛行性能が向上するなど、世界の標準レベルの戦闘機にアップグレードできたと公言しているコン氏だけど、日本のインターネット上で大げさに言い過ぎ、誇張表現しすぎなどの印象操作を示唆する声もあるんだよね。この点に関しては、中国のジェット戦闘機が戦力として計算できる機体に仕上がってきたと危惧する方がいいのかも。そもそも、中国の戦略は質より量だもんね。そうそう、どんなエンジンでも、飛べばいいというわけではないけども、日本やアメリカの基地に対抗できるのは数しかない。そう割り切ってしまっている中国の戦略はあながち間違ってはいないのかも。日本は、自衛隊の性質上専守防衛にこだわって、量よりも質にこだわるしかない状況だが、果たして中国の波状攻撃に対抗することができるのか、
メモノだな。ジェットエンジンや戦闘機の質は言うまでもなく優れているんだけど、大量に押し寄せる J20 をどこまで殲滅できるのか。日本もある程度中国の戦略に対応するための軍備を進めるべき時代になってきたよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。おいおい、まったく中国は一体何がしたいんだよ。日本だけじゃ飽き足らず、台湾にもバンバンちょっかい出してるよな。ほんとだよ、日本にも海だ、空だと、ちょっかいかけてきて、一体何がしたいんだか。あれだけでかい国だぜ。人口だって多いし、最近の経済成長は世界トップレベルだよ。他国にちょっかいかけないで、自分の国を良くすることだけ考えてればいいじゃねえか。今回も怒ってるね。まったくその通りで、ここ数年の中国の近隣のアジア諸国への圧力は異常だよね。本当に一触即発って感じだよね。日本への圧力はみんなも知っての通りだけど、ここ最近は台湾への圧力が目立ってきてるよね。この中国の台湾への威嚇とも言える行為に対して、世界の警察と言われているアメリカも黙ってはいなかったよ。アメリカ軍も、超音速戦略爆撃機 B-1B を出撃させて、中国の防空識別圏に侵入し中国を牽制する動きに出たんだ。そりゃあまさに一触即発の牽制行為だよな。アメリカも本気を見せたってことか。それじゃあ今回は中国と台湾の関係性と、中国の防空識別圏に侵入した、アメリカの爆撃機 B-1B について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。中国の台湾への圧力は2020年頃からさらに強くなってきた。ちょうどその頃は、アメリカの前トランプ大統領が、混乱が起きているタイミングで、中国は東シナ海などで、軍事的活動を活発化させていたんだ。2020年9月以降、中国軍機が連日台湾領空へ領空侵犯行為を犯していて、これに台湾空軍も連日スクランブル発進で対応していたんだ。アメリカがごたついてる時だから、ここぞとばかりに圧力を強めてきたってわけだな。相変わらず、やり口が汚ねえな。台湾空軍は連日の度重なる緊張とスクランブル発進により、かなり疲弊していたと言われてるんだ。この当時、台湾の F-5E 戦闘機、F-16 戦闘機が墜落したり、行方不明になる事故が発生したんだ。それは、仕方のないことで台湾の F-16 戦闘機は1990年代に、アメリカから調達したもので、老朽化が問題視されてたんだ。そこに来て、中国側の威嚇行為により度重なるスクランブル発進で、機体への負荷が増えて事故が頻発したのではないか、と言われてるんだよ。台湾空軍の戦闘機はそんなに古いものだったんだね。でも中国が領空侵犯してくる以上、無視はできないもんね。その事故により台湾空軍は保有する F-16 戦闘機150機すべてを飛行停止にしたんだ。これで台湾空軍の防空能力は完全に弱まってしまったよね。かなり厳しい状況で対応してたんだな。しかし老朽化した戦闘機でこれ以上事故を起こすわけにもいかないだろうしな。不遇の決断だったろうな。もちろん、世界の警察アメリカはこの状況を見過ごすわけはないよね。この中国の動きを牽制するために、アンダーセン空軍基地から、アメリカが保有する超音速戦略爆撃機 B-1B を2機空中給油機を随伴して出撃させたんだ。アメリカ来たー。中国をギャフンと言わせてくれ。台湾の北東側から東シナ海海上に設定されている中国の、防空識別圏へ侵入して中国の動きを牽制したんだ。香港の日刊紙の記事ではアメリカの戦略爆撃機ほどの大型機を、中国の防空識別圏に侵入させて飛行させることは稀であり、非常に直接的な、中国への警告だと推測すると報道したそうだよ。その通り直接的に決まってんだよ。それくらいやらないと中国は引っ込まないからな。ようやったぜアメリカさん。中国の防空識別圏に侵入した B-1B 機ってどんな戦闘機なの？そうだね。それじゃあアメリカの超音速戦略爆撃機 B-1B を見ていこうか。元々の名称はロックウェル B-1 で米空軍が運用する可変翼の超音速戦略爆撃機なんだ。初飛行は1974年で現在まで104機が生産されている。公式の愛称はランサー、乗員は4名、全長45メートル、全幅42メートル、全高10メートル、ターボファンエンジンを4機搭載。設計と生産はロックウェル社の航空宇宙部門が担当していたんだけど、現在はボーイング社が吸収して B-1B 機の供給を行ってるんだ。かなり大型の機体なんだね。どんな任務に運用されてたの？ B-1B の導入当初は、敵国への超低空飛行侵入による核攻撃、
通常爆弾による戦略爆撃、巡航ミサイルの発射母機として運用がされる予定だったんだ。でも1993年に米ロで調印された第二次戦略兵器削減条約により、1994年より核攻撃任務は B-1B の任務から除外されたんだよね。アメリカの爆撃機は、B-1B ランサー以外に B-52H ストラトフォートレスと、B-2 スピリッツと3機種あるんだけど、B-1B がアメリカが保有する戦略爆撃機の中では、最大の爆弾搭載量と、唯一の超音速飛行能力を有する戦略爆撃機なんだ。ステルス性能については、本格的なステルス性能を追求した。B-2 スピリッツには劣るんだけど、B-52H の100分の1のレーダー反射断面積となっていて、大型機でありながら、レーダー上では小型戦闘機レベルで、表示されるほどの、ステルス性能は確保してるんだ。戦略爆撃機でもいろいろあるんだな。ところで B-1B は実戦経験があるのか？そうだね。B-1B の実戦経験は、2001年のアフガニスタン紛争、2003年のイラク戦争、2011年のリビア内戦、2015年、2018年のシリア内戦と、かなりの回数実戦投入されてるよ。B-1B 大活躍じゃないか。そんなに実戦に出てるんだな。そうなんだよね。B-1B 機には最新鋭の兵器が、搭載される予定になっていて、今後も活躍していくと思うよ。最新鋭の兵器か。それも気になるな。少しそれにも触れておこうか。それは米軍の最新鋭の長距離巡航ミサイル、統合空対地スタンドオフミサイルを搭載予定なんだ。このミサイルは最大射程距離925キロとなっていて、将来的にはなんと1900キロまで射程を伸ばした改良型が開発される予定なんだ。B-1B はこのミサイルの運用能力を持っているという話だよ。戦場から遠く離れた長時間対空しながら、地上からの要請に応じた、対地攻撃を実施できるようになり、B-1B の任務の幅はさらに広がることになるよね。B-1B 爆撃機はこれからさらに進化していくんだね。実際にアメリカは B-1B を何機くらい運用してるの？正直はっきりした情報はなくて66機くらいではないかと言われているよ。2016年には米統合軍アメリカインド太平洋軍科のグアムに所在する、アンダーセン基地に配備されているそうなんだ。この基地から北朝鮮に飛行する場合、約2時間で到達可能で、近年核兵器開発や弾道ミサイル発射実験での威圧行為を強める、北朝鮮への抑止力としても大きく貢献しているよ。アメリカ空軍はこの3種の戦略爆撃機を2036年まで運用することを予定しているんだ。こんなすごい爆撃機がアメリカにあり、それが自国の防空識別圏に侵入してきたんだから中国もビビっただろうな。これで少しはおとなしくなってくれればいいんだけどな。それがね、中国も強気な姿勢を見せてるんだ。2020年9月に SNS 上に中国空軍が投稿した動画が話題になったんだ。中国の爆撃機がグアムのアンダーセン基地を模した標的に対して、空対地巡航ミサイルで攻撃を行うという内容だったんだ。これは明らかに中国によるアメリカに対しての威嚇行為だよね。アメリカも実際に攻撃が可能だと判断したのか、B-1B をアメリカ本土に呼び戻すという動きを見せたんだ。中国の威嚇行為がアメリカを引かせたということなのか？そうだね。動画を投稿したタイミング的にも我々はいつでもそちらを攻撃できるんだぞ。という警告だと思うんだよね。中国は現在軍事費世界2位なんだ。最新の弾道ミサイルや、長距離巡航ミサイル、極超音速兵器の開発もどんどんと進めている。中国がアメリカと同等の軍事力を持てば、アジア地域のアメリカによる抑止力は弱くなってしまう。そうなると、台湾だけじゃなく日本もアジア各国も、中国の脅威にさらされることになるよね。そうなった時の対策や、そうならないためのこれからの外交にも今後注目していこうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。ここで一つ雑学の話でもしてみようか。桃太郎のお供はなぜ犬、猿、キジなの？って思ったことない？え？可愛いから？そんなわけねえだろ。それじゃあ説明していこうか。なぜ犬猿キジとなったのかというと、鬼門に関係があるんだよね。鬼門とは方角的には北東であり、鬼や邪鬼などが出入りする方角だとされているんだ。そして、その反対の方角である南西が裏鬼門と呼ばれていて、裏鬼門に位置している十二支が犬猿鳥なんだ。そのため、裏鬼門に位置する動物が鬼退治のお供として抜擢されたんだ。他にも諸説あるみたいだけどね。へぇ、だね。ありがとう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 。
日本の海上自衛隊の次世代潜水艦がとうとう原子力潜水艦を超えてくる存在になってきたんじゃないの？世界各国では定番の原子力潜水艦だが、日本はやはり軍事目的で原子力を使用するのは難しかったからな。世界の原潜に対抗できるだけの通常動力エンジンの潜水艦開発にこだわってきたのが、とうとう日の目を見ることになったのか。日本はもともと潜水艦の建造においては世界でもトップクラスだったからね。それが今回、日本で建造された最新鋭の潜水艦が世界でも注目されてるんだ。なんでも日本が建造を進めている次世代型潜水艦には、日本政府が敵基地攻撃能力を装備させる方針のようで、まだ詳細までは明らかになっていないんだけど、人に意識誘導弾を搭載したい潜水艦兵器として建造するようなんだ。専守防衛を掲げる日本の自衛隊が、敵基地攻撃能力とは一体どういうことなんだ？確かにそうだよね。どういう用途で最新鋭潜水艦は運用されるんだろうね。確かに気になるところだね。今回は日本の最新鋭次世代潜水艦について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。日本の次期型潜水艦は、一部の軍事ジャーナリストの間では、原子力潜水艦を超える性能ではないかと噂されてるんだ。通常動力型潜水艦であるにもかかわらず、静粛性などが、世界の原子力潜水艦と比べても遜色ないどころか、上回っていると言われてるんだよ。現在運用されている潜水艦でもこれだけの、ハイスペックなのに次期型はさらにそれを超えてくる性能なんだよね。日本の潜水艦建造技術は今現在でも、世界のトップレベルだと言われてるからな。さすが日本の技術力だね。誇らしいよね。2022年現在で、特に海上自衛隊に配備されている、潜水艦の中では王雄と闘雄だね。そしてなんといっても最新鋭の潜水艦大芸が注目されてるよね。この王雄と闘雄が注目を浴びている理由としては、従来のスターリングエンジンではなくリチウムイオン蓄電池を利用した、新しい動力性能を有していることなんだ。でも以前のスターリングエンジン搭載の潜水艦が悪かったわけではないよ。一つ前のモデルの星雄に搭載されていたスターリングエンジンは、導入時点では世界でもトップの性能で特に静粛性という点では世界最強だったんだよね。これは間違いなく日本の技術者たちの努力の結晶だよな。日本の技術者たちの諦めない気持ちと、執念が実現させた世界最高峰のエンジンだと言われてたよね。そうだね。潜水艦は長時間潜航することが当たり前で、それだけに危険とも隣り合わせ、現代の防衛では欠かせない兵器だよね。だから技術者たちの思いみたいなものも半端ではないと思うよ。潜水艦は隠密性を高めるために、駆動音が大きい通常型エンジンではなく、電力で駆動するモーターが必要不可欠。その電力を安定的に供給するとともに、静粛性と長時間駆動を両立させたのがスターリングエンジンなんだ。アメリカ現役潜水艦部隊の司令官が実際に艦に乗り込み、視察するぐらいだから注目度は半端じゃなかったよね。それだけ評価が高かった潜水艦よりも、最新の潜水艦は高性能ってことなんでしょ？やっぱり日本ってすごいや。そうだよな。一体どれだけ進化するんだよ。2022年現在、最新鋭の潜水艦は大芸なんだけど、今は最終段階の訓練を行っていて、2022年3月には正式就航予定なんだ。現段階ではどこに配備されるかは決まってないみたいだね。最新鋭潜水艦の大芸のスペックはわかってるのか？確実に総有型や応有型は上回ってくるだろうけど、現段階ではあくまでも推測なんだけど、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅9メートル、全高10メートルで出力6000馬力、水上13ノット、水中20ノットの速力と総有型と似たようなスペックだね。一つ注目点が、総有型の1番艦から10番艦までの10隻は、出力8000馬力程度のスペックなので、数値上では馬力が落ちてるんだよね。何それ？スペックダウンしてるじゃん。もしかして機体外れとか？いやいや、馬力がダウンしたことが直接性能ダウンとは限らないよ。そうだね。車なんかでも馬力ダウンしてもトータルで速くなることも多々あるんだからな。もう少し話聞いてみようぜ。うん、その通りだね。馬力が落ちたからといって大芸の性能が不足しているとは言えないよ。鉛製バッテリーに比べて高速充電と持続力が向上したリチウムイオン蓄電池を採用したことで運用効率は飛躍的に向上したんだよ。これにより航続距離も格段に向上したことで、より遠方の敵に向かって攻撃が仕掛けられるようになり、防衛に必要な持続性能も得られたんだ。確かに馬力がダウンしても性能が向上したのは分かったけど、
やっぱり他国の原子力潜水艦にはかなわないんじゃないの？そうだね。性能面で海上自衛隊の通常動力型潜水艦と比較した場合では性能向上や運用面のメリットは増えたけど、原子力潜水艦には出力や速度で劣っているのは確かだね。やっぱり原子力潜水艦にはかならんのか。何も悲観することはないよ。そもそも他国の原子力潜水艦とは用途が違うからね。隠密行動で敵に見つからないように敵に近づいて攻撃を仕掛ける原子力潜水艦に対して、日本の潜水艦が行うのは、簡単に言えば潜伏戦術ってことだね。原子力潜水艦がどんどん攻めていく潜水艦とするならば、日本の潜水艦が守りに重きを置いた潜水艦ってことか。そうだね。チョークポイント、キルポイントと言われる地点に潜んで、敵艦を待ち伏せするというものだね。海上自衛隊の場合は他国の潜水艦と違って対地攻撃用ミサイルを実装していないので、対艦攻撃用のミサイルのみで対抗することになる。だから攻めの戦術じゃなく守りの戦術しか取れないんだよね。あ、専守防衛か。そう、日本の自衛隊は先制攻撃を仕掛けることはないからね。これは仕方ないことなんだよね。そりゃそうだよな。日本が敵国に侵攻して攻撃を仕掛けるなんてことは、ありえないし、あってはならないことだもんな。考えてみれば、これだけの技術力がある日本なんだ。原子力潜水艦だって作ろうと思えば作れるのさ。それも日本の技術力を駆使した最高の潜水艦をね。でも世界唯一の被爆国の日本はやはり原子力を軍事的に利用するのは難しいんだよね。北朝鮮や中国などの軍事的な圧力が日に日に強まっている中で、日本政府は専守防衛に徹するだけでいいのか？あるいは敵基地攻撃能力を実装し将来起こり得るかもしれない有事に備えるべきなのか？はっきりと方向性を示す時なのかもしれないね。今の中国や北朝鮮の日本に対する圧力を考えれば、先制攻撃を受けることも考えられないことじゃないもんな。日本が敵基地攻撃能力を実装することができれば、中国や北朝鮮に対して抑止力になることは間違いないもんな。でもさ、やっぱり日本の自衛隊が敵基地能力を実装することは、世界でも日本国内でもすごい反発が起きそうだよね。本当に難しい問題なんだね。うん、そうだね。敵基地攻撃能力を実装するのは今の段階ではかなり難題だね。だからこそ日本が得意とする潜水艦の開発建造で、他国の潜水艦よりも、高性能な潜水艦を作ることでそれ自体を抑止力にしていくしかないのかもしれないね。でも、日本政府もそろそろ他国とのパワーバランスというものを考えて、アメリカに頼るばかりじゃなく日本の自衛隊のも敵基地攻撃能力の実装を考える時が来てるんじゃないかな？もちろんそんなものを使わないことが一番いいんだけどね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。さあ今日も雑学の時間が始まったよ。待ってたね。聞きたい？聞きたい。それじゃあ今回はビールについて話してみようか。みんなはビールをよく飲むかな？仕事終わりにお店などで飲むビールや週末に家でゆっくり飲むビール、とても美味しいよね。ビールなら何杯飲んでも酔わない人や、ジョッキで何杯も飲むという人もいるよね。でも、水やジュースだとたくさん飲むことができないのに、ビールだとたくさん飲める印象があるのは不思議だよね。それじゃあ早速ビールが水やジュースなどに比べてたくさん飲める理由について解説していこうか。ビールは炭酸飲料だから、水や他のお酒に比べてもお腹に溜まりやすい気がするよね。実はビールが水などに比べてもたくさん飲めるのにはちゃんとした理由があるんだよ。水は、胃に入ってもほとんど胃の中では吸収されないため、腸の方へと流れていくまでは胃の中に溜まってしまうんだ。ビールにはアルコールが含まれていることから、胃でアルコールを吸収するときに水分も一緒に吸収するんだ。そのため、水に比べてビールは胃に溜まりにくく、たくさんの量を飲むことができるんだ。さらに、ビールに含まれているケルシトリンという成分には利尿作用があり、アルコールの利尿作用と合わせて、トイレに行きたくなる頻度が高くなるんだ。トイレに行って排泄する頻度も水に比べると高いことと、胃に溜まりにくいという状況も合わさって、ビールはたくさん飲めてしまうんだ。さて、様々な事柄の世界一が記載されたギネスブックは、ビール会社が作っていたのは知ってたかな？え、そうなの？ギネスビールの代表取締役であった、ビーバー氏が仲間と狩りに行った時、世界一速い鳥はヨーロッパムナグロとライチョウ、どちらだろうという議論になったんだ。狩りが終わって酒場へ行ってからも、ビールを片手にこの話題で盛り上がったそうなんだ。その時、ビーバー氏は様々な世界一を集めた本があれば話題になるのではないかと考え、
ギネスブックの発刊に至ったんだ。以上、ビールが水に比べてたくさん飲める理由でした。今日もありがとう。でも飲みすぎないよう気をつけようね。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。ありがとう。韓国海軍が誇る大型輸送艦マラドは、皆も知っているよね。そんなマラドが、軽空母化に向けて本格的な検討に入ったことが明らかにされたんだって。韓国海軍が誇るって言われてもな、軽空母化して何するつもりなの？軽空母化して何をするのかはわからないけど、軍事関係者の中には、海上自衛隊の護衛艦出雲などに対抗しようとしているのではないかとの声もあるみたい。韓国は本当に日本に対抗したがる節があるよな。勝手にやってくれとら思うが、変な立ち誇りを見せて迷惑をかけるのはやめてほしいぜ。本当だよね。さて今回は、韓国海軍の誇るウマラ島のポテンシャルや軽空母化計画について、面白おかしく解説したいと思うよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも、韓国海軍がマラドを軽空母化する理由について考えてみると、正直言って疑問に感じる人が多いはずです。空母を持つことの意味や意義を考えてみると、アメリカなどのように先制攻撃可能な攻撃力としての価値、そしてその攻撃力を持っていることを誇示することによる威嚇の効果、この二つがあると思うんだ。空母のメリットは、陸上のみならず様々な場所から攻撃を仕掛けることができることであり、いわゆる敵国に対していつでも攻撃することができるぞと威嚇する意味があるってわけ。じゃあ韓国海軍に、威嚇すべき敵国があるのかといえば、答えはイエスだよね。韓国が敵視している国って、そう、日本しか彼らの敵国は存在しないんだよね。古来より、日本に対して敵視することしかしなかった韓国だから、北朝鮮は違うのかと言われれば、それは違うと言い切れるよ。なんだかんだ言っても同胞だから、同胞に対して銃を向けるよりは日本を敵視する方が絶対に楽なんだろうね。でも、日本の同盟国はアメリカであり、アメリカは韓国にとっても同盟国になるよね。そうなんだよな。同盟国の同盟国が敵という、わけのわからない状態になっていること自体がおかしいぜ。アメリカもそのことは理解していて、軍事機密情報を韓国にどこまで共有しているかといえば、最重要の機密情報は伝えていない可能性が高いそうだよ。日本にはもちろんそれ相応の情報が提供されているとは思うんだけど、まあ、韓国としては敵国である日本が軽空母を所有することになった。ならば俺たちもそれを上回るスペックの軽空母を所有しようじゃないかって感じなんじゃないかな。だって、敵が持っているんだからこっちも対抗しないと、ってなるんだろうね。そうそう。今回のマラド軽空母化の発端も、簡単に言うとそんな感じだろうね。とはいえマラドが軽空母になって、日本が恐れおののくかといえば、その答えはノーだったりするんだけどね。なぜなら、韓国が掲げるようなスペックが本当に実現できているか、日本の反応は正直言っていぶかしげだからってことが挙げられるんだ。ある意味ポンコツ兵器とみなしている専門家もいるぐらいだからな。そもそもマラドの軽空母化をぶち上げたのは、日本が出雲加賀などの護衛艦を軽空母化することを決定し、実際にアメリカ海軍と合同の訓練まで実施することになってからのことだよ。もちろん、これら2隻の護衛艦の軽空母化については軍事国家日本の再来として韓国は強く批判していたみたい。中国の陰に隠れ、便乗して批判するといういつもの対応だけどね。その証拠に、マラドに搭載する戦闘機は、出雲加賀と同様にアメリカの F-35B を想定していることを明らかにしているよ。日本ができることを、我が国でもできないはずがないだろう、という対抗心は相変わらずだね。でも、2021年に就航して訓練を始めたばかりのマラドが、2022年に実戦投入できるだけのスペックを有することができるのか、まずはそこから考えた方がいいと失笑する軍事アナリストも多いみたい。今までの実績を見ると当然だよね。どんなに韓国が威勢よく語っても、結局マラドの基本は輸送揚陸艦であり、排水量も 14,500トンにしか過ぎないもんね。出雲は 19,950トンだから、そもそもオーバースペックなことをやろうとしても、うまくいくわけないんだ。海上自衛隊の護衛艦と比べるとヘリコプター護衛艦と同レベルの艦艇だから、それを軽空母にするということ自体が滑稽な話だよな。ちなみにマラドは6と9輸送揚陸艦の2番艦にあたり、スラップシップ艦の6ともすでに就航済みだが、こちらは就航直前にトラブルが頻発し、ようやく就航したかと思えば、バラストのすぐ合いから高速航走が困難であるという欠陥を抱えて、現在補修の最中だったりするぜ。何より、マラドをはじめとする6と9では、
F-35B のロケットエンジンから発せられる高熱の排気に耐えられないんだよね。出雲課がはすでに対応工事を完了しているので、実際にアメリカ海軍と合同で F-35B の離発着訓練を実施し、成功を収めているよ。かなりの高熱を排気するため、出雲課がでも相当の補修が行われたと言われているけど、韓国は同様の補修を行うことができるかってところは甚だ疑問だよね。韓国はそれでも問題ないと連呼するんだろうけど、マラドを取り巻く環境はさらに深刻なものなんだ。そもそも、アメリカが F-35B を韓国に売ってくれるのかどうか、買うだけのお金があるのかどうか、そのコンセンサスが全く取られてないんだよね。アメリカ議会は F-35B を輸出することに反対しており、韓国は買いたいけど買えない状況に追い込まれると思うよ。日本には売るのにおかしいと言うだろうけど、日本はアメリカと安保条約に基づいて同盟関係を維持しているのだから、全く問題はないんだ。アメリカという国は、自国の利益を保障してくれる相手としか取引をしないと言われているしね。日本との取引は、将来的に起こり得る対中国軍事行動において、良きパートナーとして活躍するであろう日本に対して、軍事力の強化を支援することはアメリカの利益でもあるんだ。一方、韓国のことをアメリカが同盟国とみなしているかといえば、疑問符が残るんだよな。アメリカが韓国の防衛を請け負っている。そう勘違いする人もいるが、韓国にいるアメリカ軍は国連軍であり、アメリカの意思で韓国にいるわけではないぜ。朝鮮戦争が休戦している間、休戦協定に基づいて安全保障のために韓国に軍を駐留させているだけで、韓国とアメリカが安保条約を締結している話もないし、締結しようとする話もないってわけだ。それどころか、北朝鮮や中国との関係維持に躍起となっている韓国を、アメリカが果たして同盟国とみなせるのか、世界の常識で言えばありえないってのが一般的だろうな。一応、信頼はできないが同盟国もどきの韓国に対して、アメリカは F-35A の販売には応じ、配慮を示しているよ。ただし、F-35A の運用に関して運用のノウハウが不足しているとして、アメリカ主導の教育プログラムを有料で提供するとしているんだけど、その有料の部分が気に入らないのか、韓国国内ではアメリカに対する非難の声が上がっているみたい。自国を守ってもらっているくせに、厚かましいことよね。まあ、それがわかるような韓国国民ではないか。マラドの件について、少し話を戻そっか。そもそもなぜ韓国海軍がマラドなどの建造に踏み切ったのか、それは上陸作戦を円滑に遂行するためであるとされているよ。当初は、上陸作戦の支援として大型ヘリを5機程度同時運用できるヘリ空母としての構想があったようで、そこにドライドックを装備してエアクッション艇など上陸用の船艇も同時に装備して、強行上陸から支援攻撃まで達したようにこなせる万能艦としての用途を想定していたようだね。そして、搭載するヘリコプターは日本でも話題のオスプレイを想定していたようで、空陸同時に上陸作戦を展開できるポテンシャルを持たせようとしていたんだけど、現状においてそこまでの習熟はなされていないんだ。そして、マラドに関連するプロジェクト名は、意外なことに大型輸送艦にプロジェクトと呼ばれているみたい。なんでも、軽空母を所有することで中国や北朝鮮に対する誤解を招くことから、あくまで大型輸送艦であることをアピールしているようだね。その割には日本向けに軽空母にするぞとアピールしているんだから、本当に何を考えているのかわからない国だよ。韓国の考えの中身がアメリカへの依存脱却もあるかもしれないな。アメリカが要求した、弾道ミサイル迎撃システムサードの韓国内配備を受け入れた結果、中国から実質的な経済制裁を受ける羽目になった韓国では、中国よりアメリカに依存する現在の体制を批判する声が上がっているようだし、確かに、中国と朝鮮が6国と軍主国という関係性が長年続いており、韓国国民の中にも中国の言うことは聞くべきだとの価値観を持っている人も多いはしいぜ。アメリカは何もしてくれない。中国はお兄さんなのだから言うことを聞いた方がいい。そんな幼少期の兄弟関係のようなことを、国際政治の中で標榜するというのだかは、もうつける薬はないよね。マラドを軽空母にしたくなったというのは、アメリカ依存からの脱却を目指す動きの一つかもしれないね。韓国の現状では、有利になると横須賀にいるアメリカ第7艦隊が出動し、日本海に展開することで北朝鮮やロシアに睨みを利かせる。それが担保されているからこそ戦争が抑止されていると考えていいと思うよ。だからといって、軽空母が1隻あれば抑止力が完成するわけではないんだ。アメリカの空母運用では打撃群という名称を用いて、
空母を中心としてフリゲート艦、イージス艦などが統合運用されることで戦力となっているんだけど、韓国にこれだけの打撃群を作り出すことができるのかな。もちろん、日本はそれだけの能力があるから出雲加賀の軽空母化に踏み切るわけで、韓国のように日本が持っているのが悔しいからのように、短絡的な目的でもないんだ。まあ、軍事関係者の中で韓国はネタの宝庫だから、今回もいいネタを提供してくれたと思い、笑っておけばいいのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の護衛艦たちも着々と配備が整えられ始めているね。加賀や出雲、日本を代表する艦隊の力で、中国に対する抑止力にしなきゃね。いつことが起きても対応できるようにしないとな。アメリカとの連携も必須だぜ。日米の力があれば敵なしだもんね。そうだね。さて今回はそんな加賀の改修工事、出雲の合同訓練について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年6月末、出雲は第一段階の改修工事を終えた後、横須賀の自衛隊基地に一旦帰投したんだけど、翌7月に岸信夫防衛省は年度内中に米海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型戦闘機との訓練を実施するとほのめかしていたよ。F-35 ライトニング 2B 型の訓練の内容は非公開だけど、一時改修工事で出雲には飛行甲板の耐熱処理が施されているから、おそらく F-35 の離発着訓練だろうと予想されるね。続いて9月1日、米海兵隊のバーガー総司令官から2021年11月内までに、F-35 ライトニング 2B 型を使用して出雲への離発着訓練を行うという内容を発表したんだ。基地防衛省が発表前にワシントン本部があるアメリカのシンクタンク、CSIC センターフォーストラテジック&インターナショナルスタディーズ日本語戦略国際問題研究所の質問に対して、バーガー総司令官が語ったよ。ちなみに CSIS とは、ジョージタウン大学に属したシンクタンクの一つで、中台関係やアメリカ日本台湾関係の研究拠点であり、トランプ前大統領が所属する共和党に大きな影響力を持っているぜ。総司令官は出雲では、米海兵隊の F-35 ライトニング2が、常に離発着訓練を行わなくてよいと言っており、2021年横須賀に寄港したイギリスの航空母艦クイーンエリザベスとの違いを改めて突きつけようとした可能性もあるね。このクイーンエリザベスには、F-35 ライトニング 2B 型を艦載する英空軍と米海兵隊の飛行隊が収容されているし、両国の部隊は同じ母艦を使用するクロスデッキ運用を実施しているんだ。アメリカのバーガー総司令官が上記の発言をした理由は、クイーンエリザベスでの F-35 ライトニング 2B 型のクロスデッキ運用と、今回の出雲での離発着訓練を混同しないように留意させようとしたからに違いないよ。クイーンエリザベスと出雲では格が違うと言いたかったのかと邪推してしまうんだけど、別の表現をすれば、勘違いするなと釘を刺したとも捉えることができるね。バーガー総司令官は同時に、アメリカと他国との軍事同盟についても言及しており、ヨーロッパでの NATO 諸国とは異なり、インド太平洋では日本を含めて韓国、オーストラリア等と個別の同盟関係を結んでいるため複数国で連携することの難しさも指摘しているんだ。このような前提があって、米国政府は自国が推進している、アメリカ、日本、インド、オーストラリアの4カ国によるクアッド体制の確立に注力しているってわけ。クアッド体制を、NATO に準じるインド太平洋地域での、集団安全保障体制へ進化させたいというのが現在のアメリカの世界戦略と予想できるが若干、ことを急ぎすぎている感じがあるのら否めないな。この NATO システムは、旧ソ連とその配下にあったラルシャラ機構という共産主義陣営の軍事的脅威に対抗するため、西側諸国が築いた安全保障体制を意味するぜ。知っての通り、1991年世界の半分を支配していたとされるソビエト連邦は崩壊して、その歴史的事件によって、NATO の存在理由もかなり弱くなっていたが、現在はロシアが旧ソ連以上に強権的な政策によって周辺国に影響を与えているよ。NATO はロシアの行動に対抗すべく再び結束を強めているが、一方のインド太平洋地域に目を転じると、中国の軍事的台頭という実態もあり、周辺国の多くが経済的に中国に依存せざるを得ない状態だというのは否めないね。そうなってしまうと、この地域で NATO のような団結を促すことができたとしても、現実的でないと言えるだろうな。オーストラリアは良い例であり、今でこそ新型コロナウイルスの問題で、中国を脅威とみなしている国であるが、
もともと最大の貿易相手国が中国であり、現にこれまでの政権の巨大なチャイナマネーに依存する政策を取り続けていたのは事実だぜ。また、インドと中国との間に国境へ戦争など火種が多数あるとはいえ、軍事的にはロシアとの結びつきが非常に強い国であり、クアッド体制の要とも言っていても、簡単にアメリカに従うとは思えないな。クアッドの中でも中国を最大限に警戒はしているのはインドとなっているけど、完全に中国包囲網に加えることができないのではないかと見られていて、自国で主催している日米との合同軍事演習マラバールへオーストラリアが常に参加することを認めていないんだ。要するに、中国との関係を完全に軍事的敵対までの事態にならないように逃げ道を作っているとも受け取ることができ、中国の軍事拡張は嫌だが、経済的つながりとインウィンの関係でいきたいということがわかるよね。また、インドはアメリカや日本、オーストラリアの参加国が思うほど、クアッド体制に参加することを得策と考えていないみたい。話を出雲に戻して2025年予定の2度目の改修工事で艦首部分の形状変更を含む残りの大改修を行うわけだけど、その前に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機運用の認証を取得する必要があるよ。実際にクイーンエリザベスでも行われたんだけど、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にする艦艇には絶対必要なテストであり、約1ヶ月ほどアメリカ東海岸まで出雲が直接航海して行って、テストを受けることになっており、F-35 を乗せるだけで色々と面倒な手順を踏まなきゃならないんだ。出雲の同型艦の2番艦カガラ2022年に改修工事の大半を実施予定なので、出雲より早く形状変更がおられてはずだが、F-35 を艦載機にする適合テストを受けるのが2024年の予定となっているぜ。航空自衛隊では F-35 ライトニング 2A 型の実戦配備を進めており、出雲加賀用に B 型の購入予定であり、日本への運入されるのは早くても2023年以降となっているね。いずれにせよ、様々なことを考えれば、この2艦が航空母艦として実戦配備されるのはそこからもっと数年先になると考えて間違いないだろうな。いろいろ配慮しなきゃいけないことがあるし、すぐに万事手配できるわけでもないよね。2艦の艦隊内部の格納庫など、最終的な区画整備については、米軍や F-35 の他国での運用実績を考慮して決める予定なので、今回のクイーンエリザベスもその対象になっているよ。近い将来、F-35 ライトニング2のステルス性能さえ探知できるレーダーが登場すると考えられおり、有効な戦力と期待される F-35 が艦名におられるのではないかと危惧されている説もあるな。第6世代戦闘機とされる F-2 戦闘機の進化版次世代戦闘機も、収益が2035年前後になると考えると、ステルス性能の探知技術の進展が大きな影響を及ぼすだろうし、とても心配なことに変わりはないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、これ、ホワイトタイガーについてだよ。あら、かわいいじゃないの。ほんとだな。まずは、ホワイトタイガーの説明なんだけど、ホワイトタイガーは正確にはベンガルトラの白変種で、野生では見ることができなくなってしまったほどの珍しさなんだよね。へえ、そうなんだ。確かに、普通のトラはよくテレビで見かけるけど、ホワイトタイガーは動物園でしか見たことないよね。それはそうと野生のトラで思い出したんだけど、トラの話もいいかな？ええー、野生において狩りは大事だよね。狩りできなきゃご飯食べれないからな。そうなんだよね。でも野生のトラは狩りの成功率が 10% ほどしかないらしいんだよね。ええー、やばいじゃん。しかも狩りのチャンスは1、2回しかないらしいぜ。なおさらやばいじゃん。僕だったら1日食べないだけでももう死んじゃいそうになっちゃうよ。野生の世界は弱肉強食だからな。そんなに甘くないのよ。なら僕の今日の雑学は終わりだよ。最後まで見てくれてありがとう。また明日の動画も見てね。見てね。ガオー、お腹ペコペコだよ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 。
ロールスロイス社が開発していた戦闘機エンジンテンペストに新たな展開が見られたようだよ。ロールスロイスは車好きじゃなくても聞いたことのある有名なブランドだよね。一般的には自動車製造が有名なロールスロイスだが、航空機エンジンも手掛けているぜ。ちなみに、自動車製造を手掛けているのはロールスロイスモーターカーズで、航空機エンジンを手掛けているのが、ロールスロイスホールディングスとして、それぞれ独立したものとなっているようだな。それでそれで、新たな展開ってどんなものなの？なんと、この共同開発に日本が参画するというんだよね。日本といえば、アメリカに追随して戦闘機を購入しているだけの国だったのに、なぜここに来てイギリスと手を組む気になったのかが非常に気になるところだな。今回はそんなイギリスと日本との新たな取り組みと、アメリカが抱えている課題について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年12月にロールスロイス社が発表したところによると、今回のテンペストエンジンは日本とイギリスの両国向けに開発されるもので、両国が将来的に導入するであろう次期戦闘機用エンジンについて、その実証機を日本の IHI 石川島播磨重工業と共同開発することになったとのことだったよ。この件について日本の防衛省とイギリス国防省は同じ日に両国による次期戦闘機エンジンの共同実証事業を来年から開始すると発表しており、そのことを受けてロールスロイス社も今回のプロジェクトを公式発表したってわけだね。ロールスロイス社は公式コメントの中で、本エンジン実証プログラムは、両国が将来的に必要とする戦闘機を開発するための重要な一歩であると述べており、将来的には両国において数百名の雇用創出につながる可能性があると述べているんだ。まあ、ロールスロイスといえば高級自動車メーカーのイメージがあるんだが、ヨーロッパではむしろ軍事産業を中心とした企業体のイメージの方が大きいようだぜ。そんなロールスロイス社もここ数年の景気低迷により、新たな産業への柱を欲していたことは事実で、日本においての同様の状況だった IHI とうまく手を組むことができたってわけだな。今後の開発スケジュールについて、ロールスロイス社は2022年初めから開始する予定とし、イギリス政府の支援があることを明らかにした上で、その総額は3000万ポンド約45億円を初期投資として投入することを明らかにしているよ。さらに、イギリス政府が2億ポンド約304億円の資金を投入し、飛行可能な実証機を開発する計画があることも明らかにしているよ。イギリスがここまで本気なのは、ドイツやスペインなどと取り組んだユーロファイター事業が思ったほど軌道に乗らず、その枠組みとは別に独自色を発揮しつつ、自国だけで開発経費を捻出することが困難なことから、新たなパートナーとして日本に目をつけたものと思われるんだ。イギリスが明言した今回の費用だけど、これだけの費用で、次世代戦闘機が開発できるとは正直言って思えないよね。軍事アナリストの間では、これだけの金額は総経費の約半分だろうと見ており、日本に関してもほぼ同額の負担を求めているのではないかと見ているんだって。費用面については、岸信夫防衛省も来年度当初予算案に次期戦闘機の研究開発費858億円を計上することを明らかにしているよ。これが、テンペストプログラムだけの費用を意味するのか、別のプロジェクトも含めた費用なのかはわからないんだけど、日本がイギリスに対して積極的にこのプロジェクトへ協力する姿勢を見せていることは、間違いないことだよ。ロールスロイス社の担当エグゼクティブバイスプレジデント、アレクサンダー・ジノは、日本とイギリスの優れた技術を持つ企業が参画することを喜ばしく思うとし、互いの技術を補完し合い、よりクリーンな次世代動力と推進力を促進する技術を提供するだろうと述べているよ。ここで言う次世代動力と推進力とは、何を意味しているのかが気になるよな。そうだよね。ジノ氏はこの件についてもっと踏み込んだコメントを残しているよ。それは日本政府と産業界が近年実施している技術プログラムについて、イギリスがテンペストプログラムで開発する技術を合わせることで、世界有数のより高性能な次世代動力推進システムの開発が可能になると述べているんだ。要するに日本が進めている技術革新とイギリスが持っているテンペストプログラムの成果をミックスすれば、次世代戦闘機用のエンジンが革新的なものになると言いたいってわけだな。ここまでの話を読めば、お互いに得ることが多くウィンウィンの関係になるように思えるけど、実際のところはどうなんだろ？その辺も含めて、もう少し深掘りしてみようかな。そもそも、日本においては現在使用している F2 戦闘機が2035年から退役を予定していることを踏まえ、その後継機種開発と既存機導入、この3つを検討していたんだ。既存機導入については、
第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターや、同じく第5世代ステルス戦闘機である F-35 ライトニング2のアビオニクスなどを、売り込むロッキード・マーティン社からの提案や、ボーイング社が提案する F-15EX イーグル2、イギリスの BAE システムズ社が提案するユーロファイタータイフーンベースの新機体導入なども検討されていたよ。様々な提案を受けて、防衛省は、有事の航空優勢を保つために必要な戦力となりうる戦闘機であることを最優先にしつつ、新技術導入への拡張性があることや、日本が独自に回収する自由度が高いことなどを、次世代機に求めるスペックとしたんだ。そして同時に、日本国内の企業が開発製造に参画すること、開発製造コストや整備コストなどができる限り低コストであることを目標としていたよ。その結果、2018年12月18日の政府閣議にて防衛計画大綱と、31中期防平成31年度から令和5年度までの中期防衛力整備計画で、次世代戦闘機について F2 戦闘機の退役時期までに防衛上の中核となる新たな戦闘機開発を行うこととし、開発にあたっては国際協力を視野に我が国主導で開発に着手すると決定したんだよね。このことで、既存機を購入するのではなく、国際協力を得ながら国内企業の主導で開発を進めていくことが決定されたことで、日本のニーズに対応できると判断されたロールスロイス社のテンペストプロジェクトが選定されたと考えていいのかも。でも、ロールスロイス社が担当するのはあくまでエンジンであり、機体そのものではないんだよな。機体の開発は一体どうなっているのか、みんなも気になるよね。そもそも次世代戦闘機の開発は、特定の企業だけが背負えるものではなく、複数の企業と共同体を構成して行うことがセオリーだよね。これは、日本国内の企業のみならず、世界各国の企業ともパートナーシップを取って開発を進めていくものなんだ。次世代戦闘機の機体やシステムに関しては、三菱重工を開発主体とする企業体との正式契約が発表され、他の国内企業として川崎重工、スバル、IHI、三菱電機、東芝、富士通、NEC が参画することが決定されているよ。そして海外の企業として、F-35 戦闘機の開発製造元である、ロッキード・マーティン社が選定される方針が固まっているものとされているんだ。これは、日本がまだ技術を得ていないステルス機の開発においてすでに、実績のある企業の参画を望んだものと言われているよ。実際に高いステルス性能と運動性能を兼ね備えた戦闘機 F-22 や F-35 の開発実績があり、デジタルエンジニアリングの高い技術力と経験を持つロッキード・マーティン社の協力を仰ぐことで、戦闘機の設計だけでなく、電子機器やコンピューターなどとのシステム統合なども行いたい意向が伝わってくるな。ここまで来れば残るのはエンジンだけだが、エンジンについては防衛装備庁と IHI 社で、開発を進めている国産ジェットエンジン試作機の XS9 が有力視されていたんだが、開発はかなり進行しており、2020年7月には試作1号機を使った性能確認試験が実施されているみたいだぜ。アフターバーナー付けの低バイパスしたターボファンエンジンである XF9 は、2019年4月10日には最大水力確認試験の映像が公開されており、当初の要求性能である水力 11TF を発揮し、アフターバーナー使用時には 15TF を達成しているとされているんだけど、日本においてはこの大出力ターボファンエンジンを量産した経験がないのが課題となっていたんだ。この課題をクリアするために、ロールスロイス社とパートナーシップを結ぶところになったというのが、ことの真相ではないかな。日本としては XF9 エンジンを採用したいんだけど、アメリカと共同開発してもアメリカはその気がないので、結局は独力で費用も全額自己負担で開発するしかないんだ。でもテンペストの開発を進めているイギリスと、そのエンジン開発を担当しているロールスロイス社であれば、お互いに費用も折半できるし、エンジンの採用による販路の獲得も容易ではないかと考えたんだろうね。イギリスも日本と同様に事業を抱えており、テンペストの開発は自国が主導するとの立場は貫いているものの、開発コストの低減やかかる期間の短縮が期待できるとして、諸外国の開発参加へ門戸を開いていたところ、日本と利害が一致したため、今回のパートナーシップに至ったんだろうぜ。ここで気になるのは、やはりアメリカだよね。同じ同盟国であるイギリスと日本が手を組むことには、決して反対するつもりはないものの、危惧していることはアメリカよりも航空優位に立つことだと思うよ。アメリカにとって、日本は重要な同盟国であることに間違いはないんだけど、
武器輸出国としても重要な立場であることは事実なんだ。イギリスに日本という市場を闊歩されると面白くはないんだろうね。そんなアメリカの事情は、日本ももちろん理解しているよ。だから今回のイギリスとの取り組みはエンジンだけですよと言い切れる。今回の関係構築に至ったわけなんだ。アメリカからすれば機体のベースはアメリカ製だからまあいいかと思えるだろうし、ある意味アメリカ日本イギリスの共同開発機とも言えるものが出来上がるのかも。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。みんなは F2 戦闘機のことは知っているよね？もちろんだよ。平成のゼロ戦って呼ばれるくらい、すごい戦闘機だもんね。アメリカの F16 をベースに、運用ホエホエや地理的な面を考慮し、日本なりにアレンジを加えた支援戦闘機だな。平成のゼロ戦って呼ばれるのも頷けるほど、優れた戦闘機であることは間違いないぜ。そうだよね。そんな F2 も、初飛行の日から27年の月日が流れようとしているんだけど、それに伴い後継機の開発が日英共同で始まっているんだ。今回はそんな日英次期戦闘機の開発計画について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現在、防衛省では2035年頃より退役の開始が見込まれている F2 戦闘機の後継機開発に着手しているよ。2018年に策定された中期防衛力整備計画31中期防では、国内主導開発主体三菱重工が決定し、F2 戦闘機の退役が開始する2035年頃をめどに運用開始を目指しているみたい。防衛省では今回の次期戦闘機開発計画に先駆けて、次期戦闘機に必要となる先進技術の研究開発を1998年頃から順次スタートさせており、今回の機体設計に至るまでにステルス技術や先進センサー技術、エンジンなどの主要な技術研究だけで21の研究開発を完了させているんだって。そして、2010年8月にはアイファイターと呼ばれる将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンが示され、これに基づいて次期戦闘機の各種技術研究を進めてきており、2016年4月には X2 先進技術実証機通称新進の初飛行にこぎつけているよ。開発体制については、開発主体に三菱重工が選定され、三菱重工の技術開発を支援する企業として、2020年には F22 ラプターや F35 ライトニング2というステルス戦闘機を開発生産している米国のロッキードマーティン社が選定され、2022年4月には英国のロールスロイス社がエンジン開発について参画することになっているんだ。英国では現在、ユーロファイタータイフーンの後継機種の開発を進めており、この次世代戦闘機開発計画はテンペストと呼ばれているよね。このテンペスト計画は、日本の次期戦闘機開発計画が目処とする、運用開始年と同じ2035年に次世代戦闘機の運用開始を目指しており、開発時期を同じくしているために日英で協調して開発を進めていきやすいというメリットがあるんだ。今回の日本とのエンジンの共同開発においては、英国がテンペスト計画に向けて開発中の実証エンジン開発に日本が参画して、日英共同開発とすることで、開発費を両国で負担し合うことによるコスト削減も狙いの一つとなっているよ。日本は次期戦闘機への搭載を計画した次世代純国産エンジンとして、IHI 社と防衛装備庁が共同開発した XF9 の試作機を2016年に完成させているんだ。これにより、日本の戦闘機用ジェットエンジンの開発技術は、一定水準以上であると英国も認めたのであろうと推測されるね。日本も純国産エンジンとして開発を進めていたが、エンジン開発の先進国である英国の技術を取り入れ、より高い水準のエンジン開発を目指すものと思われるぜ。しかしながら、英国のテンペスト計画は常にコスト削減の圧力にさらされているようだな。英国はテンペスト計画に基づく実証エンジンの開発にすでに約46億円を投じており、エンジンの発電能力を検証する実寸大の実証機製造にも約300億円の費用を計上しているもんね。だけど、このテンペスト計画と時を同じくして、フランスとドイツも次世代戦闘機 FCAS 共同開発計画を進めており、この計画に対抗するために英国は日本を開発計画に参画させることで、開発コストの削減を狙いたいみたい。日本としても英国の高度なエンジン開発技術を次期戦闘機に導入できるチャンスだし、日英両国にとって互いにメリットの大きな事業であると言えるよね。近年の新鋭戦闘機は、高度なアビオニクスによる機器の消費電力増大と、
それらから発せられる熱処理の問題が課題として挙げられ、米空軍の第6世代戦闘機である NGAD の開発でも電力供給と発熱の問題が課題となっているんだ。そして、戦闘機などの航空機は機体で使用する電力をエンジンで発電して調達しており、現代のエンジンは出力や燃費効率などだけではなく、機体が必要とする莫大な電力を発電する能力及びそれに伴う発熱の冷却能力も求められているよ。米空軍では、アナプティブエンジンと呼ばれる新型エンジンを開発しており、水力及び燃費効率の向上を図りつつも、発熱を冷却させる能力も両立させようとしているぜ。これに対して英国のロールスロイス社は、米国とは異なる熱処理のアプローチを試みており、機体の膨大な消費電力を賄える発電量を確保しつつ、そこで発生した熱量を回生的に冷却にも使用することで、発熱と冷却を同時に行うことを目指しているね。日本においては、エンジンでの発電システムの向上と熱処理に関する技術は、エンジン先進国である英米に比べて遅れており、英国とのエンジンの共同開発は、日本にとって日本の弱点を補えるという点で非常に重要な協力関係であると言えるんだ。しかしながら、日英の防衛協力はこの時期戦闘機のエンジン開発が初めてではないんだよね。今回のエンジンの共同開発計画に先行して、日英は2014年7月から、JNAM ジョイントニューエアープーエアーミサイル統合新型空対空ミサイルの共同開発を行っているよ。みんなは JNAM を知っているかな？ JNAM って？JNAM は、英国ロンドンに本社を置く MBDA 社が開発製造している、ミーティア長距離空対空ミサイルアクティブレーダーフォーミング方式をベースに、開発を進めている空対空ミサイルのことだね。ミーティアは、欧州各国の空軍で使用され、英国、ドイツ、スペイン、イタリアの各国空軍が運用するユーロファイタータイフーンやフランス空軍のラサール戦闘機、スウェーデン空軍のグリペンで使用される。欧州で広く採用されている高性能な空対空ミサイルだな。そうそう、このミーティアを F-35 のウェポンベイに4発を収納可能とするため、ミーティアと比較して翼部分の短縮及び小型化を目指しており、日本はこの開発計画において、日本のシーカー技術を JNAM に導入した場合にどの程度の性能が発揮できるかを共同で研究することになったんだ。まず、今回日英で共同開発しているシーカーだけど、これはミサイルを目標へ誘導する際に使用するレーダー装置のことであり、JNAM にて共同研究の対象となっているのは、日本国産の救急式空対空誘導弾で使用される三菱電機製のシーカーだね。この技術を JNAM へ転用し、2016年1月頃に初期研究を終了させ、次の段階へ研究を進めているよ。2017年12月からは、JNAM の試作機を製造し、その実写試験が実施されると公表されているんだ。その後、現在まで日英共同で研究開発が進められており、航空自衛隊の F-35A ライトニング2での運用を目指しているってわけ。現状の日本での予算計上の状況としては、2021年度防衛予算内で JNAM の研究費が継続的に計上されており、2023年度までの開発完了を見込んでいるようだね。開発完了後、日英両国は類似の各種ミサイルとの性能の比較検証を行い、F-35A ライトニング2での運用に向けたアップデートを行うか決定する予定なんだって。日英はほぼ同時期に次世代戦闘機の開発計画を進めており、運用する第5世代ステルス戦闘機も同じ F-35 ライトニング2シリーズであり、非常に似通った状況にあるんだ。そのため、両国が次世代戦闘機の研究開発を共同で取り組みやすい環境にあることは確かだね。そのような中、2021年度より日英両国は、戦闘機等に搭載するための新型レーダーの共同研究を開始しているよ。日本も約41億円の予算を新型レーダーの研究開発に投じており、既存のレーダーよりも広範囲の目標に対して常時継続して索敵が可能な、非常に高性能なレーダーの開発が実現する可能性もあり、その研究成果に期待が高まっているよ。英国もテンペスト計画で利用するために同レーダーの研究開発に参画しており、日英の次世代戦闘機の相互運用性や共通性が高まれば、緊迫する東シナ海情勢などにおいても日英で非常に高い連携が取れるのではないかと注目を集めているんだ。また、日本はこれまで米国との防衛協力は多数行ってきたんだけど、米国以外との防衛協力は非常に少ないものとなっているよ。これを機に米国以外との確固たる防衛協力の枠組みを構築できれば、
米国の思惑に左右されてきた日本の防衛装備体系にただ穴が開けられるかもしれないな。また、日英は同じ島国とはいえども、それぞれの国の防衛環境は著しく異なっているよ。英国は周辺諸国に敵対国家はおらず、自国の直接防衛に対する切迫感は薄いのが現状なんだ。対する日本は、東シナ海や北朝鮮、ロシアからの度重なる軍事的な威圧にさらされており、中国は近年著しく軍事力を膨張させており、すでに日本の防衛力の質的優位性は崩れつつあり、日本単独で自国防衛を行える防衛環境ではなくなってきているんだよね。例えば、1990年代まで日本の絶対制空権を保持する力の源泉となっていた F-15J イーグルだけど、今やその半数は近代化改修も実施できないほどに旧式化し、中国で次々と開発配備される新鋭戦闘機に真正面から対抗することは数の上でも困難になってきているよ。日本がそのような中、英国はブレグジット英国の EU 離脱を境に、より一層日本との経済防衛部門での協力関係強化に動いているみたい。欧州に英国の脅威となるような国はなく、英国はその防衛費の活用と国際外交の場でイニシアティブを保持するために、東シナ海での日英防衛協力を推進しているんだ。日本は、対中国を念頭に置いた日米強引からなるクアッドによる協力体制を構築しているけど、この日英共同での研究開発は、多国間防衛協力をさらに強固なものとするため、英国の思惑を利用しつつも、英国を日本の対中国防衛政策に引き入れる重要な戦略となっているってわけだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。みんなは、防衛装備庁が自立型無人潜水機を開発しているのをご存知かな？潜水艦も無人で稼働するなんて時代だよね。そうだね。とはいえ、潜航深度が2000メートルから3000メートルと言われてはいるものの、まだまだ諸外国の技術に比べるともうちょっと性能アップが望ましいところかな。まず本格稼働を急いで、運用実績を積み重ねてどんどん技術を高めていかないといけないとだろうな。そのための予算が足りないのかどうかは、ちょっと判断に迷うぜ。さて今回は、日本の最新技術で完成にこぎつけた。この自立型無人潜水機を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛装備庁が、現在研究開発中である、自立型無人潜水機 UUV の設計についてモジュール化を進める方針を決め、2022年12月までに UUV に関連するモジュール規格を定め、2023年1月以降に公開をすることを明らかにしたよ。そもそもの話になるんだけど、自立型無人潜水機のことについて、説明してほしいな。おっと、そうだね。そもそもこの自立型無人潜水機 UUV は、海中の障害物や海底に付設された機雷などを音波で探知する機能を持つ、遠隔操作が可能な潜水機器のことを言うよ。実際の運用にあたっては、有人の水上艦艇や水中の潜水艦から発出された本機が、母艦である水上艦艇や潜水艦からの指示を受けて行動することを想定しているんだ。防衛装備庁の配下組織である艦艇装備研究所では、円筒状 UUV 全長約10メートル直径約 1.8 メートルを開発することに成功し、現在は UUV の全長を15メートル以上に伸ばし、7日間程度の連続潜航を可能にするための改良に取り組んでいる模様だね。また、更新や建造へのコストを削減しつつ、短時間でそれらが行えるよう、ソナーや各種センサーなどで構成される前頭部と、推進装置や鍵などのあるオムの間の部分をモジュール化し、メンテナンス性能への向上を図ることとしているぜ。また、モジュールを任務ごとに交換することで、様々な任務への対応が可能となることを目指していくみたいだな。そもそも日本の防衛装備品は、防衛予算の関係から生産数が少なく、輸出需要も見込めないことからほぼ 100% が国内購入となり、結果として価格高額を引き起こしている実情があることから、防衛装備庁ではモジュール化の進化により、防衛装備品の単価を下げることに躍起になっているとされているよ。特に、量産することを可能としてコストダウンを狙い、防衛装備品の輸出を可能にする防衛装備品移転三原則が制定されたことを踏まえて、諸外国への輸出への道が開かれたことは、モジュール化をさらに推進する行使になったんだけど、実際には思うように受注が取れないことで、
防衛装備品の価格は高額のまま推移しているよ。また、モジュール化によって UUV に使用する機器の仕様を民製品と共通化させることが可能となったため、民間メーカーがそれぞれの企業として開発を進めている UUV 技術を活用することができることにつながったんだ。そのことで、民製品と軍需品で部品の共通化を図ることもでき、それが生産コストを下げることにつながるとも考えられているね。また、国内の UUV メーカーの防衛装備庁からの発注が受けられるというビジネスチャンスが生まれることで、UUV 技術により力を入れることができるようになり、少数生産のコストアップから脱却する可能性も生まれているぜ。その他、関連部品の供給が安定するメリットや、UUV 関連の市場拡大にもつながるとされて、UUV に関連する企業にとってもメリットがあるし、何より日本の国防においても好影響を与えることができると期待されているんだよな。さらに防衛装備庁では、UUV の完成用ソフトウェアのモジュール化も進めるとしているぜ。この取り組みにより、防衛装備品利用のみならず海洋観測調査などにもモジュールが利用可能となり、民間メーカーが開発する新たな技術や機器の導入がスムーズに運ぶことも期待されているよ。特にここ数年、海洋には原油や天然ガス、レアメタルなどが波数埋蔵されたままになっていると言われており、これらの発見のためには UUV の活躍が欠かせないんだ。UUV をめぐる取り組みは、官民一体となって行われるのみならず、国家プロジェクトとしても取り組まれるべきレベルになっていると言ってもいいだろうね。なお、防衛装備庁では UUV モジュール規格基準書は技術の発展に従って常に改定することを考えており、2021年9月より運用開始された山口県岩国市の鈴沖工業団地内の、岩国海洋環境試験評価サテライト IMETS における UUV の性能評価データなども反映させるとしているよ。ちなみにこの施設は、艦艇装備研究所の水中無人機試験評価施設で、海上自衛隊岩国基地から南へ 10km ほどの海沿いに位置しているぜ。国家関連施設の分散化に伴う移転の一環として、3万平方メートルの敷地に200億円の装備業費で建設されたもので、鉄筋2階建ての試験棟の内部にある縦35メートル、横30メートル、深さ11メートルの大型水槽において、無人機の試作機試験を行うことができるものとなっているな。また2022年には、海底地形などの状況を作るシミュレーターなどが追加される予定となっており、日本における UUV の研究拠点として今後も整備が行われるとされているぜ。ではここからは、世界を取り巻く UUV の実情について考察してみようかな。UUV 研究は、日本以外の世界各国においても民用、軍用利用での開発が進められており、東西冷戦時代のアメリカと旧ソ連で、ほぼ同時に開発が始められたのがルーツとされているよ。軍事用の用途としては、機雷探知や海底調査などが主な用途とされているんだけど、将来的には敵の有人潜水艦に対する哨戒任務や、魚雷を搭載させて対潜水艦船での運用することも期待されているんだ。一方、民間利用では海底油田ガス田を掘削する際に欠かせない地形データの収集や、施設の維持管理のために海底の状況をリアルタイムに確認するなど、多種多様な用途が想定されているよ。すでに、既存のパイプラインなどの維持管理において、UUV は実際に活用されており、今後 UUV の性能がアップすると、さらに深い海底エリアの開発もさらに促進されることが期待されているんだ。現状での UUV は、人が持ち運べるサイズのものから、全長10メートルほどのものまで、様々な形状のものがあるんだけど、近年では運用効率の向上を図るために、長い航続距離と長時間の運用が求められていることもあり、全長が大型化する傾向が進んでいるようだね。そして、UUV の動力には通常動力潜水艦の水中動力と同様に、リチウムイオン、ニッケル水素などの蓄電池が採用され、水密構造に守られたモーターによるプロペラ推進によって航行するだ。航行にあたっては、海底に設置された発信機や有人艦艇などからの誘導によって航行する仕組みとなっており、無線技術の向上により、有線ではなく無線での制御も可能になりつつあるんだって。日本における UUV の開発は、1990年代には東京大学生産技術研究所をはじめとする各大学の研究室、国際電信電話 KDD などで研究が進められ、世界でも早い時期に技術向上に努め始めたこともあり、世界的に高い水準に達しているよ。2016年には、産官民共同研究チームチームクロシオが、
アメリカ X プライズ財団が主催する水中探査ロボットによる海底探査を競うコンテストである、シェルオーシャンディスカバリー X プライズ、3回の挑戦を予定していたんだ。チーム黒潮に参加したのは、国立研究開発法人の海洋研究開発機構ジャムステックと海上港湾航空技術研究所、大学は東京大学生産技術研究所と九州工業大学などの学術機関と、それに加えて民間企業の参加もあったんだって。民間企業からは、すでに護衛艦や巡視船などの受注実績も多い三井 E&S 造船をはじめ、日本海洋事業、KDDI 総合研究所、ヤマハ発動機が参加しており、民間企業においても UUV 分野へ大きな関心があることを伺わせたよ。大企業が揃い踏みだし、期待するなってのが無理な話だよね。海洋研究開発機構ジャムステックは、かつてより有人潜水調査船深海の運用を行っていた機関だけど、自立型無人潜水機においても浦島ユメイルカジンベイオトヒメなど、様々な UUV を開発して海底調査を実施しているんだ。また、陸上自衛隊などの装備品発注実績も多い川崎重工業は、2017年11月にイギリスのスコットランドで、自立型無人潜水機のプロトタイプ UUV 全長 3.3 メートル全幅 1.4 メートル高さ 1.2 メートル重量 1.5 トンの実証実験に成功し、またこの時には、海底土壌採取などの実証実験に成功しており、今後の開発がさらに期待されているな。この自立型無人潜水機開発は、近年海底油田ガス田のパイプラインのメンテナンス需要が増加していることに注目し、国土交通省が補助事業として開始したもので、川崎重工業ではさらに開発を加速させているよ。実際、2020年には最大潜水深度3000メートルを達成したほか、新開発のリチウムイオン電池を搭載し、航行時間を約16時間にまで伸ばすことに成功したんだ。そして2021年には、海底パイプライン検査用 AUV-UUV、スパイスサブシープリサイスインスペクターウィズクローズアイズとして製品化にこぎつけているよ。このように、日本では民間企業による UUV 研究が世界的に高い水準に達していることもあり、防衛省が開発中の UUV のモジュール化を進めることに踏み切っているってわけ。日本の企業は優秀だね。これは、技術推進にあたって民間の能力を得ることや、民需と軍需の両方において部品活用を行うことで、コストダウンにおいて大きなメリットがあることを裏付けているものだね。もし、UUV でのモジュール化が成功すれば、それをきっかけとして他の高額な防衛装備品のコストダウンを図ることも可能となるんだ。そして、防衛費の削減だけでなく、民間企業にも技術向上や受注増などのメリットが期待できる一石三鳥がさらに期待されている実情となっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。西側諸国で進められている F-35A ステルス戦闘機の導入計画はみんなももう知っているよね？うん、日本をはじめとするアメリカ同盟国は率先して導入しているんでしょ？そのようだな。加えてその波がヨーロッパ諸国にも広がっているみたいだぜ。特に、EU の中でもドイツやフランスとのつながりが強かったオランダが、F-35A ステルス戦闘機を導入したことには、軍事アナリストも驚きを隠せなかったみたいだな。うんうん。さて今回は、そんなオランダの動きなど、F-35A ステルス戦闘機の配備状況や、世界における F-35A 戦闘機配備状況を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年12月、オランダ国防省とオランダ空軍 RNLAF は、現在運用中の第4世代戦闘機 F-16 ファイティングファルコンの後継機種として選定した、第5世代ステルス戦闘機 F-35A ライトニング2の初期作戦能力 IOC を取得したことを発表し、実戦配備が可能になったことを明らかにしたよ。こうしてオランダは、F-35A を次世代戦闘機として作戦行動に投入することを世界中に明らかにしたわけなんだけど、近隣に敵国が存在しないはずのオランダが、ここまでのスペックの最新鋭戦闘機を導入するとは、誰も思わなかったんだよね。F-35A の導入にあたって、オランダ空軍参謀総長であるデニス・ルイト中将は談話を発表し、空軍の将来を見据えた主力戦闘機の刷新において、ようやく新たな一歩を踏み出すことができたと、
今回の機種選定がオランダの望む軍事力を満たすために十分なスペックの機種であることを明らかにしているんだ。そして、現在の F-16 が配備されていた30年間では成し遂げられなかったことを、第5世代ステルス戦闘機 F-35A が可能にすることを大きな成果の一つとして挙げているよ。ちなみにこの IOC ストプラが、導入してからの統合運用において必要なノウハウを習得し、戦闘機そのものの点検、補修、メンテナンスなどのあらゆる行為を行えるようになったそうであり、オランダはアメリカ、イギリス、イスラエル、イタリア、オーストラリア、ノルウェー、日本に続いて8カ国目となったぜ。この IOC ストップが意味すること、それはオランダが独自に最新鋭戦闘機を運用できることになっただけでなく、IOC ストップ済みの各国と合同して作戦を行う能力を手に入れたことをも意味するな。アメリカからすれば、高コストの次世代戦闘機を少しでも他国に購入してもらうことで、開発コストで投じた費用を回収できること、そしてアメリカの同盟国として新たな国を囲い込むことができることで、決して損がない行為だろうぜ。特に、オランダが加わったことでドーバー海峡の制空権、あるいは北欧方面の制空権においてオランダの協力を得てそれを確保することが可能となり、EU との共同行動によらず、アメリカとオランダが手を組んで独自の軍事行動を起こすことも可能になったとも言えるもんね。まあ、EU の傘から離れて、オランダが独自の声声を取るかといえば限りなくノーだが、アメリカとしては EU の顔色を伺って声声する選択肢とは別の選択肢を手に入れたことには間違いないだろうな。中国っていう最大の仮想敵国が存在している分、選択肢の幅は広げておいて損はないもんね。F-35A の導入について、オランダ空軍は2024年末までに46機を導入するとしているんだけど、すでに2013年からこの動きは進んでいたんだ。2013年に LRIP 定率初期生産機として2機を購入した上で、アメリカのカリフォルニア州にあるエドワーズ空軍基地で、運用試験及び評価 OTE を受けていたことからも、それはわかると思うよ。LRIP って？ LRIP とは、その戦闘機などを調達予定である国が、アメリカ国防総省の装備品などの量産契約を締結する前に少量を購入し、長期間の試験を徹底的に行い、希望する要求性能を満たしているかどうかを確認する方法のことで、オランダはすでにお試し機関として、アメリカ国内で様々なテストを行っていたみたい。この方法にはメリットもあって、戦闘機を製造する企業は、LRIP を量産の試行段階として利用することができ、テスト期間の間に量産に使用する組み立てラインをあらかじめ準備することや、回収などの要求に応じることが可能となるため、最終的な量産段階への移行を段階的にスムーズに進めることが可能となるんだよね。この努力の甲斐もあり、オランダでは2019年の初号機納入より徐々にその機体数を増加させ、2022年までに24機を受領、パイロット55名、整備士262名の養成を済ませ、機体トータルの飛行時間は9000を超えているとされているんだ。そもそもオランダは、F-35 の多国間共同開発プログラムにおいて、SDD システム開発実証の段階から開発試験改良整備などそれぞれにおいて重要なパートナーとして参画していたから、F-35A の購入はもはや既定路線だったといえば事実だろうね。アメリカとしては、F-35A を世界的にどんどん販売したい意向を持っており、日本をはじめとする同盟国などにもさらに購入を呼びかけることにしているんだって。現状において、F-35A はアメリカ軍で2443機を配備済み、日本の航空自衛隊にも A 型102機、B 型42機の計147機の導入が決定している状況だね。日本の購入機数は、イギリスの購入機数138機を超えるもので、アメリカがいかに対日関係を重視しているかというのがわかる数字となっているよ。おそらくだが、日本の隣国である中国ロシアへの牽制の意図もあって、これだけの機数を譲り渡しているものと思われるぜ。日本の場合、航空自衛隊でこれだけの機数があって、かつアメリカ空軍が別途日本国内に F-35A を配備運用しているから、日本近海における F-35A の運用機数は、さらに多くなるだろうな。そこまでして中国やロシアを牽制したいのは紛れもない事実だと思うぜ。日本から見ても、中国の脅威に対抗するには独力では厳しいわけで、アメリカがこのような体制で協力してくれる現在の安保体制は、決して悪いものではないよね。あえて言うならば、
同盟国なのだから、もう少し機体の購入費用を安価にしてくれた方がいいじゃないか、と言いたいんだろうけど、思いやり予算をつけるほど優しい日本は、そこまで強気にはなれないんだろうね。ちなみに、航空自衛隊では2021年3月末時点で F-35A を21機保有していて、その全てが青森県三沢基地に配備されているけど、次の段階として2025年には石川県小松基地への配備を検討しているとされているよ。また、STOVL の F-35B42機については、宮崎県竜田丸基地への配備が決定されたけど、これらの飛行隊は現在空母化改修が進められている海上自衛隊の出雲型護衛艦出雲と加賀の艦載機として、運用されることになっていて、アメリカとの合同訓練も予定されているんだ。STOVL 機の場合、空母艦載機としての運用の他に、長い滑走路の少ない南西諸島の諸空港での運用も可能であり、仮に滑走路が破壊されても最小限のスペースがあれば運用が可能なことから、南西諸島における航空優勢を保つための戦力としても期待されているところだね。実際に海上自衛隊とアメリカ海兵隊が2021年12月に行った共同訓練レゾリュートドラゴン21では、アメリカ海兵隊の新しい作戦構想である遠征前方基地作戦 EABO における連携強化を目的として訓練を行ったんだ。この時の訓練こそ、F-35B を当初で運用するために必要なものだったってわけだね。そういうことだね。運用方法としては、敵からの攻撃を受けやすい最前線に大規模な拠点を設置するのではなく、整備隊や補給隊などの後方支援部隊を、平時には後方に待機させておき、有事の際に小規模の部隊を速やかに前線拠点に展開させることで F-35B への補給拠点とすることになるよ。このことで、戦況に合わせて随時補給拠点を前線付近に展開するとともに、出雲型護衛艦と合わせて複数の補給基地を確保することで、少ない機数でも短時間での再出撃を可能とすることができ、攻撃に厚みを持たすことが可能となるんだ。実際の訓練では、輸送機によるミサイル発射装置などの装備輸送に加え、輸送ヘリコプターや MV-22B オスプレイ、小型輸送艦などによって人員や物資の輸送が迅速に行われることが必要であり、この点においてもアメリカと日本とが共同補強が取れるように体制を整えることが必要とされているよ。陸上自衛隊においても水陸機動団を設立し、アメリカ海兵隊と共に離島などへの緊急展開能力を確保する必要性があるとしているんだ。ここで気になるのは中国とロシアの話だな。そうだよね。彼ら2国は、ステルス型戦闘機においては明らかにアメリカの後塵を拝しており、アメリカの航空優勢に対抗するためには質より量で対抗するしかない実情にあるんだ。また、同盟国に対して自国開発の戦闘機の売り込みをかけたいところだけど、アメリカあるいはヨーロッパ諸国で開発された戦闘機の方が性能も良く、それらの顧客確保にも支障をきたしているようだね。ロシアの場合、かつてはアラブ諸国がお得意様だったんだけど、1990年の湾岸戦争で多国籍軍アメリカ製兵器が主力の活躍をまざまざと見せつけられた結果、サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの大口顧客が続々とアメリカ製兵器を導入し、それ以来顧客の確保に支障をきたしているよ。戦争が起きれば、それは武器や兵器の展示会となることは、過去の現在の変わりがないことだな。中国やロシアは、自国製兵器の販売を通じて次世代戦闘機などの開発資金を確保したい意向だけど、それがままならない実情下において、技術革新にも遅れを取ってしまう状況になっているみたい。今後、この2国がどのような方向性を打ち出してくるのかはわからないけど、少なくともアメリカやヨーロッパ諸国の技術を少しでも盗み、自国製兵器の質を向上させなければ、武器などの販路拡大は見込めないものと思われるよ。何より、自国の周辺に最新鋭ステルス型戦闘機がどんどん配備されている状況だし、そのことにも、この2国は大きな不安を抱えていることだと思うよ。やられたらやり返すが当たり前だった軍拡競争時代、そのパワーバランスすら微妙な状況になっていると言っても、過言ではないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。